よろしくお願いします。京都大学生態学研究センターの田辺と申します。ですね、私の講義の、資料とかは、最初になんか分子系統学演習とかでなんかブラウザで検索していただいて、なんか上の方に出てくる、ホームページを見ていただくと、もうこういうホームページが作ってあって、その中に全部、今日話すスライドが、置いてあります。なので、もう、さっさと進んでいきたい方は、こちらのスライドを見ていただいて、どんどん先に進めていただいて構いません。私のなんか、講義に合わせて、進捗を合わせる必要は全然ないです。というわけで、まず最初に、データの作り方の話から、ここ数日、皆さん頑張って勉強されたと思いますけど、昨日、今日あたりは、ずっと、系統樹推定そのものよりは、系統樹推定した後、その系統樹を使って行う解析の話が、ほとんどだったと思います。で、最後にもう一回、系統樹推定の話に立ち戻って、どういうデータを作って、どうやって系統樹推定して、その系統樹の信頼度をどうやって評価するかっていう話を、またもう一回、していきます。で、私の講義する内容は大体、田村さんがメガでされたのとかなり似たようなことをやるんですけど、メガの場合はマウスでポチポチっとやるような操作だったわけですけど、僕の、今日、話す内容は、マウスでポチポチやるタイプじゃなくて、なんか真っ暗な画面の中でコマンドをキーボードでポチポチ打ち込んで実行するようなタイプの方の、操作方法になります。で、そちらの方が、後々自動化していくときとか、あと、種数がめちゃくちゃ増えてきたときとかに、対応しやすいので、そういう方法の話をしていきます。で、まず最初は、分子系統樹推定に適した配列データセットを作るんだけど、そもそもどんなデータセットが分子系統樹推定に適しているのかっていう話から入っていきます。で、ですね、系統樹推定に利用可能なデータっていうのは何種類かありまして、まず最初に一つがバイナリーデータって言って、要するに0と1のデータですね。ある、ないとか、そういうデータです。まあ、例えば、腕がある、ないとか、頭がある、ないとか、多細胞である、単細胞であるとか、そんな感じですね。そういうデータのことをバイナリーデータと言います。で、形質がある場合を1、ない場合を0とします。まあ、逆でも別に言っちゃいいんですけどね。で、基本的にはまあ、そういうふうに割り当てます。で、異なるサイトの0が同じ意味を持っています。このバイナリーデータでは。0ってないで、1があるんですね。まあ、ただ多細胞、単細胞の場合はあるないじゃないんで、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、でも、多細胞になれる性質があるかないかって言ったら、まあ、あるないの場合になりますね。で、またもう一つの別の場合は、マルチステートデータっていうのと、オーダードデータっていうのがあります。これはどういうデータかって言いますと、まず、形質状態が0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15とか、まあ、そういうふうに、形質の状態を数字で表します。まあ、ただ、1文字で表したいので、9より上、要するに10ですね。10とか以降は ABCDEFG とかに割り当てます。それからですね、で、そういう、単に形質状態を数値で表しただけのものはマルチステートデータって言うんですけど、さらにオーダードの場合は数値が量を表しているので、量っていうか順序を表しているので、0、1、2、3、4とかの値に意味があります。で、オーダードじゃないただのマルチステートデータには、データはただ同じか違うかっていう、カテゴリー分けしか表していません。ので、そこが大きな違いです。で、この場合は異なるサイトの0っていうのは同じ意味を持たないことが多いです。まあ、オーダードのデータの場合は、そういうケースもあるかもしれないんですけど、基本的には、0がないっていう意味ではないので、そういう場合は必ずしも同じ、意味を持ちません。で、それから、これが、今まで話してきた、今日の、主な対象となる、分子データなんですけど、塩基もしくは、アミノ酸のデータですね。で、これらの場合は、塩基は4形質状態で、アミノ酸の場合は20形質状態のデータになります。で、これら、この性質がすごい重要なんですけど、異なるサイトの A っていう文字は同じ意味を持っています。だから、あるサイトが、A だったら、A で、でも、隣のサイトの A も同じ意味を持っているわけですね。C も G も T も全部一緒の意味ですよね。それがすごい重要です。なんでかっていうと、そうじゃないと同じ、異
異なるサイトに別、同じモデルを当てはめるっていうのはできないんですよね。異なるサイトの A が別の意味を持っちゃってたらダメなんですよ。なので、これがすごい重要な性質を持っています。それから最後に、リボソマル RNA とかトランスファー RNA っていう、タンパク合成の時に使われる、RNA のデータがあるんですけど、それでは、RNA の二次構造っていうのがあるんで、その二次構造の情報を持ってる、リボソマル RNA とかトランスファー RNA のデータっていうのは、単なる塩基配列データとはちょっと違う性質を持ってます。まあ、ただ、こっからセカンダリーストラクチャーのインスト、情報を取っ払ったら、ヌクレオサ、単なるヌクレオサイドデータになります。で、これは、どういうことかっていうと、ライボソマル RNA とか tRNA とかは、ステムっていう、こう折りたたまれてくっつく領域があるので、そのくっつく領域の部分に専用のモデルを当てはめるためのものですね。まあ、ただ今日はこれは扱わないです。で、こういう、データがあるんですけど、そのデータのサンプリングするときに、我々はすごいバイアスをかけて実はサンプリングしちゃっていることが多いです。で、例えば、スニップとか制限構想サイトの、ある、ないとか、携帯のデータっていうのは変異がある状態、形質だけがサンプリングされてます。携帯なんかもう完全に変異がないところなんで、使わないですよね、基本的には。なので、変異があるところだけサンプリングされてるっていうバイアスが絶対あります。まあ、塩基配列データの場合は必ずしもそういうわけではないんですけれども、携帯とかスニップサイトとかはそういう形質が、だけが取られてる。なので、そういうのをアサータイミントバイアスとかコーディングバイアスっていう、バイアスとして、持ってるので、専用のモデルを適用する必要があります。で、LuxML とか MrBase っていうソフトがそれに対応しています。で、これの当てはめ方とかは、まあ、ちょっと最後の方でちょろっとだけ喋ります。で、ただ、最優法とかベイズ法だとそうなんですけど、再節約法の場合は、そういうことは何も気にしなくていい方法になります。まあ、気にしなくていいかというよりも、気にしようがないっていう感じなんですけど、まあ、再節約法ではそういうことになります。で、分子系同時の推定に適しているデータって、どういうものかっていうと、まず相同であるっていうのが重要です。相同ってどういうことかっていうと、例えばここに、カエルと猫の写真を出しましたけど、カエルの目と猫の目っていうのは、相同です。で、カエルとトンボの目の場合は、これは相同ではないです。まあ、遺伝子レベルではものによっては相同なものもあるかもしれないですけどね。例えば目を形成する遺伝子だとか、光感受性のタンパク質を、生成する遺伝子だとか、そんなんがもしかすると、実は同じ遺伝子を持ってたりして、それ、遡っていくと実は相当かもしれない。っていうことはあり得ますけど、期間としては、この目と、複眼と、カメラ眼は相当ではないですよね。まあ、タコの目もカメラ眼であっても、脊椎動物のカメラ眼とは多分相当ではないと。で、相当っていうのは、要するに同一の祖先基質に由来する。だから、その、祖先を遡っていったら、その祖先が共通して持ってたものに由来するっていうことですね。で、塩基配列データの場合、こういう塩基配列データが上にあったとすると、で、下のようにアライメントデータが得られます。で、アライメントすると下のようになるんですけど、これはつまり、多重配列整列っていうのは要するに、相同形質を同定して、これとこれは多分相同ですね、つって縦一列に揃えてるっていう、そういう操作になります。で、すごい整列が怪しいデータっていうのが時々あります。なんか、歯抜けがいっぱいあるとか、インデルがいっぱい入ってるとか、そういうデータですね。まあ、そういう場合は捨てちゃいましょうということで、怪しいところを捨てるという操作をします。こんな感じですね。で、いい具合のところだけと、残して、ダメなところは捨てちゃうというようなことをします。で、まあ、ただこのトリミングっていうのは、本当にやった方がいいかっていうのは、ケースバイケースなので、本当は。状況によっては実は、左の部分と右の部分の、ギャップが入っているところを全部残しちゃった方が本当はいい場合も、まあ、あります。で、なんか、ある論文では切らん方がいいって言ってるんですけど、まあ、多分、状況によると思います。まあ、やりたいようにやればいいと思います。まあ、あとは、なんか、ちゃんと説明できることですね。こういう、理由があって、こうしたんですって、まあ、言えればいいということですね。で、もう一つ重要な性質を考えます。で、分子系統値の推定に適していないケースを考えると。まあ、それによって適しているとは何かっていうのを考えるっていうことですね。で、基本的な
分子系統受水点 に適用して、適していないっていうのは、分子系統受水点における過程を満たしてない、過程に反するデータです。で、例えばこういうデータがあったとき、タクソン A、B、C、D とあって、で、AB と、AB のこの部分にギャップが入ってますよね。で、CD はここにギャップが入ってますね。これは、アミノ酸に翻訳するとこういう風になってるんですよね。で、これ、変な変異が入ってるんですね。塩基配列だとこうなってるんですけど、タンパクにするとこうなってるっていうのは、要するにここにちょっとフレームシートが入ってるわけですね。で、多数のアミノ酸が一度にガバッと変わっちゃってるわけですよ。で、こういうのは非常にまずい。良くない。なんでかっていうと、その前にもう一つ別の例を考えましょう。で、こういう場合、これは、アミノ酸に翻訳するとこういう風になってて、ここで終止コドンが入っちゃって、ここから先、アミノ酸が複数ガバッとなくなってるっていう状況ですね。で、ないんですよね。ここから先、アミノ酸が。で、多数のアミノ酸がなくなってると。一回の変異でですね。で、一回の変異でこういうふうな複数の形質が変化するっていうのがまずいと。どういうことかって言いますと、ある過程からこれは明らかに逸脱してるんですよね。分子進化モデルっていうのは一形質から一形質への変異を仮定してるんです。なので、一回のイベントで複数の形質がガッと変わるっていうのはダメなんです。なので、この仮定に反しているので、こういうデータは、使っちゃいけないと。なので、除外しないといけないわけですね。で、先ほど挙げたようなフレームシフトの突然変異とか、あと、挙げてないですけど、逆位とかですね、ひっくり返っちゃうとか。ひっくり返ったけど、アミノ酸にしたら、一応、働くっていう場合は、まあ、そのまま、固定されて残る場合があるわけですよね。そういうのがあったら、それ1回で複数のサイト、変異が起きているので、それはまずいと。で、あと、開始コドン、終止コドンの変異。これはさっきあった例ですね。終止コドンが変異しちゃってる場合です。であとは、イントロンのと、スプライスヘオソームっていうので認識されるようなイントロンの場合は、スプライスヘオソーム認識配列っていうのが、部分が変わると、イントロンの範囲が変わるので、それも非常にまずいと。で、あと、挿入やら消失っていうのは、複数、まあ、一塩基だけやったらいいんですけど、多数の塩基がガバッと一気に挿入されたり、多数の塩基がガバッと一気になくなるとか、まあ、そういうのがあるとまずいというわけですね。まあ、ただ、使える場合もあります。これの場合は整列、アライメント自体が信頼できるんであれば、ギャップをハイフンとか、ハテナとかにしてやることで、ある程度、そのまま使うことができます。で、あと、今日話すような、系統樹推定法の場合なんですけど、系統樹上で分子進化モデルが、共通とかで一緒に、ある特定の枝だけ別の分子進化モデルを当てはめるとか、そういうことは考えてないんですね。なので、以下に挙げるようなデータは、その過程に反している可能性が高いです。で、それはどういうことかというと、タンパクコードの塩基配列なのに遺伝暗号が違うとか。これは、例えば、真核単細胞生物の系統樹推定とかをアミノ酸でやるときに、結構問題になるんですけど、まあでもどうしようもない場合はそのまま使っちゃったりすることもあるんですけど、なるだけ遺伝暗号が違うデータっていうのは混ぜない方がいいですね。混ぜるっていうか、一緒の、ローカスとして考えない方がいいです。で、もう一つ別のケースとしては、タンパクコード塩基配列でコドンの使用頻度、ユーセージバイアスが共通ではないと。なんかコドンユーセージバイアス見たら、ある系統ではなんかこういうコドンがめっちゃ使われてるのに、別のコドン、系統では、コドンユーセージバイアスがなんか全然違うというような場合は、非常にまずいということになります。で、それから、最後のケースですけど、塩基とかアミノ酸の配列で、塩基頻度とかアミノ酸の頻度が共通ではない。なんか、ある系統では特定のアミノ酸がめっちゃ使われてる。ある系統ではある特定の塩基がやたら、まあ、GC 含量が異様に高いとか、まあ、そういうケースでは非常に、なんか、そこの系統では特殊なことが起こっているので、分子進化モデルが途中で変わってるわけですね。で、そういうのは、系統上で分子進化モデルが共通と仮定しているモデルを当てはめたらまずい。なので、仮定に反してるからあかんというわけですね。で、もう一つ別のケースなんですけど、明らかに選択圧が異なる部分っていうのがあったらまずいんですね。まあ、基本的にはさっきのとかなり被るんですけど、例えばですね、分子進化モデルが、その
明らかに異なる部分にそれぞれ別の分子進化モデルを当てはめられるんやったら問題ないんですけど、共通の部分、共通の分子進化モデルを当てはめるんだったらまずいです。で、非常に局所的だと、例えば、終始コドンの部位とか、開始コドンの部位とか、そういう、局所的な部分だと、個別の分子進化モデルを当てはめてまで使う価値が、情報量がないので、そういうサイトは除去した方がいいです。で、その例としてはこういうものがあります。で、フレームシフトや逆位っていうのの部分とさっきと被るんですけど、こういう部分は、選択ガスが、起こった後、全然違う選択ガスがかかるはずなので、例えば逆位でガラッと変わったら、変わった後、さらにすごい、変異しやすくなったりするので、そういうところでは、途中で明らかに選択ガスが変わっちゃってるわけですね、系統事情の途中で。そういうのがあったらまずい。まあ、この2番目の例も一緒ですし、開始コドンそのものとか終始コドンそのものっていうのは、そこはすごい変異しづらくなってるわけですね。で、同じタンパク行動領域の中でも開始コドン部位とか終始コドン部位っていうのはめっちゃ変異しづらいので、明らかに、選択数が違うわけですよね。なので、そこは、覗いた方が本当はいいというわけですね。まあ別にあってもほんの数サイトなので、大した影響はないんですけど、それ1000とか2000とかのローカスになってくるとまずいことになるかもしれないです。で、最後が、複数の遺伝子に強要されている部位というのがたまにあります。まあ、生物によるんですけど、ある遺伝子 A と、ある遺伝子 B の、タンパクに翻訳される領域がちょっと被ってて、強要されてる部分があったりするわけですね。その強要されてる部分っていうのは、より選択圧が強くかかるので、そこは、変異速度が遅くなってたりするわけですね。そういうところは明らかに選択圧が違うはずだから、除去した方がいい。除去するというか、別の遺伝子として分けて別のモデルを当てはめた方がいいということになります。で、その他の注意点としては、シーケン、サンガ法でシーケンス読んだときに、波形データっていうのがやられると思います。で、波形がすごい怪しい、データとかが時々ありますね。なんか、やたら、他のピークがちょっと重なってるとか、そういうデータが時々あります。そういう場合は、縮従コードっていうのを使ったりする方がいいです。で、縮従コードを使うよりは、さらにもう、そんなん使わん方がええわっていうふうなことがいいと思います。その方がいい場合もあります。で、あと、ギャップとミッシングデータっていうのは違うので、ギャップの場合はハイフンにすると。で、ギャップか、それともギャップじゃないのか、それすらわからんっていう場合はハテナにします。それはミッシングデータっていうんですけど、この二つは、本来は区別した方がいいです。で、ハテナになる場合ってどういう状況かっていうと、たぶんサンガー法で、フォワード側から読んだときと、リバース側から読んだとき、始まりの部分って、波形がちょっと乱れてたりして、信頼性が低いところがありますよね。で、そういうところを、捨てるじゃないですか。で、捨てる塩基数って、毎回一緒とは限らないですね。ちょっとずつ、捨てる量が違うわけですよね。だから最初、完全に揃ってるわけじゃないんですね、読み始まりが。読み始まりが揃ってないときに、信頼性が低くて捨てたから、ない部分があるわけですよね。でもそれは塩基がないわけじゃなくて、読めなかっただけなんですよね。だから、それは、ハテナなのか、ハイフンなのか分かんないんですよね。だから本当にギャップがあるわけじゃないので、そこはハテナにすると。だから読み始まりとか読み終わりの部分ですね。そういう部分は、ハテナにすることが多いです。で、アミノ酸の場合とか、塩基の場合でも、シグナルがはっきりしない場合は、N とか X とかにするようにします。で、まあ、塩基が、N よりはもうちょっと絞れるなっていう場合は、R とか Y とか S とか W とかそういう文字を使ったりすることもあります。そういう縮従コードを使ってみます。まあ、一番上の話と同じですね。で、まあ、怪しいんですけど、どうしても使いたいっていうんでなければ、まあ、除去したら、その方が安心ちゃ安心です。で、あとは、タンパクコードの塩基配列を編集するときですね、手動で、このサイトなんかちょっと気持ち悪いなとか思って、縦一列を選択して削除するとか、そういうことをしたりするんですけど、そういう場合は、タンパクコード塩基配列を1塩基だけ除くっていうことをやると、人為的なフレームシフトが入っちゃうので、そういうことが起きないように、読み枠が変化しないように、気をつけて、コドン単位で編集するようにします。
で、そうしないと、人為的なイフレームシフトが入ってて、なんやこれおかしいやんっていうことになってしまうんですね。で、あと、時々あるんですけど、手動で削除したらいいんだけど、どこを削除したのかもう覚えてないとか、そういう場合、非常にまずいことが起きるかもしれないので、あと、なんか、論文を出版した後で、なんか、その論文を読んだ人から、問い合わせが来たりするじゃないですか。で、なんか、削除したんやけど、なんか、どこを削除したんか覚えてへんとか、そういう場合があって、なんか、読んだ人が再現しようとして同じ解析したら再現できへんやないかとか言われたりするわけですけど、そういう時に、ここはなんかこういう理由で怪しいからちょっと除去してしましたっていうふうに説明できないといけないわけですね。そういう時に削除した位置がすぐにわかるように、削除する前と削除した後の、塩基配列を両方とも残しておく方がいいということですね。もしくは、バージョン管理システムとかを使って、削除前と削除後の配列がすぐに分かるように、残しておくということもあり、できます。そういうバージョン管理システムとかの使い方は、今日は話さないですけど、そういうのを使うといい場合もあります。で、データの、作成法の講義に関しては、ここまでなんですけど、ここまで何か質問とか、コメントとかございましたら、手を挙げてください。はい、どうぞ。塩基配列ですか。ああ、なるほど。なんか、あまりにも短くなってくると、非常にまずいわけですけど、そうですね。長ければ長いほどいいんですけど、どこまで短くしていいかって言われると結構難しくて、そうですね。僕の場合は最低でも、100ぐらいは、あってほしいなと思うんですけど、ただ、そうですね。種数がすごい多い場合は、カラムとしては、なんか100ぐらいしか、100カラムぐらいしかなくても、種数が1000とかあるんやったら、それなりに情報が得られるので、もうちょっと短くてもいいかもしれないですね。だそれよりもあまりに短くなってくると、その、短い領域に、独立して、特定のなんか分子進化モデルを当てはめるっていうようなのをするとパラメータがどんどん増えていくので、あまり好ましくはないですね。ただ使わざるを得ない場合っていうのはしばしばあるので、その場合はしょうがないですね。もうえっと他に質問コメントとかございますか。質問コメント内容でしたら、実習に入っていきたいと思います。ですね、で、ここで実習編に入っていくんですけど、今日の演習は、まず NCBI からドロソフィラ属のミトゲノム全長配列を持ってきて、それからその配列の中から、コックス2領域っていうのを切り出してやります。で、コックス2領域をアミノ酸配列に翻訳して、アミノ酸配列を整列してから、整列したアミノ酸配列を使って、塩基配列を整列するということをします。でそれから、コックス2の開始コドンと終止コドンの部分を、そのデータから除きます。で、さらに、もう1遺伝子だ、使いましょうということで、16SRRNA 領域を切り出すということをします。で、16S は普通に多重整列するんですけど、その 16S の多重整列の配列の中は結構インデルがあって、インデルがあって、アライメントが怪しい部分があるので、ちょっとしかないですけど、トリミングをしてやります。で、これも、自動的にやってくれるソフトがあるので、そういうのを使います。で、それから、配列の名前と、が揃ってないと困るので、COX2 と 16S の RRN の、塩基配列間で、OTN の名前を配列の名前を揃えるっていうような操作をします。で、インターネットエクスプローラーを皆さん起動していただいて、インターネットエクスプローラーじゃなくても、Firefox も入ってるのか、入ってますね。どっちでもいいです。インターネットエクスプローラーか、Firefox、インターネットエクスプローラーじゃないか、Windows 10だと、もうエッジになってますね。どっちでもいい、何でもいいんですけど、Microsoft Edge か、インターネットエクスプローラーか、Firefox を起動していただいて、Chrome でも何でもいいんですけど、NCBI って検索してください。
で、NCBI で検索して、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーションっていう、米国の機関のサイトがヒットしますので、まあ、これを飛んでいただいて、一番上の、検索ボックスの隣にプルダウンメニューがあるんで、プルダウンメニューからタクソノミーっていうのを選びます。で、タクソノミーにして選択した後、キーワードとしてドロソフィラって入力して、エンターしていただくと、3件ヒットします。で、3件のうち1件目は、バシディオマイセテスっていう、短糸菌類ですね。キノコの仲間がヒットしちゃうんですよね。で、キノコにドロソフィラ属っていうのがいるんですよね。で、ちょっと被っててすぐ困るんですけど、それは置いといて、このドロソフィラ属、ハエのドロソフィラ属が欲しいんですね、今日は。で、それが一番下です。で、上から2番目は何かっていうと、ドロソフィラ属の中のドロソフィラ属、ドロソフィラっていうサブジーナスが、あるんですけど、それがヒットしちゃってるので、2件目はサブジーナスです。で、一番下の、ジーナスの方のドロソフィラを、選択してください。で、こういう画面になるんですけど、この画面で、ドロソフィラっていう属名のところをクリックしていただくと、NCBI の、データベースの中で、右にその NCBI のデータベースがいっぱいリストが出てるんですね。で、右のこのリストの中の、ヌークレオタイドのデータベースの中のそれぞれの件数とかで出てるわけですね。で、ヌークレオタイドのデータベースの件数が300万件ぐらい、ドロソフィラ属のデータはあるんですね。で、この数字をクリックしていただくと、その塩基配列の選択された状態になります。僕がこのスライドを作った時の時点で309万2203件あったんですけど、まあ今はちょっと増えてるかもしれないですね。で、この画面になったら、すでに塩基配列のデータベースの中でドロソフィラ属のやつだけがここにリストアップされている状態になるんですけど、この左のソースデータベースっていうやつの中から、インス DC っていうのが上に一番あるんですけど、まあ、これは普通の塩基配列のデータベースですね。それから2番目がリフシークっていうのがあるんで、これを選択してください。これは上のインス DC のデータベースの中から、NCBI のスタッフの人が、目で見てちゃんとアノテーションをつけてきれいにしたデータベースがあります。それがリフシークっていうデータベースなんで、まあ、リファレンスシーケンスの略ですね。このデータベースの中から、今回データを取ってくるっていうことにします。で、もうこの時点でだいぶ件数減るんですけど、この左のところに、ジェネティックコンパートメンツっていうところがあるんですけど、そこを、マイトコンドリオンっていうのがあるんで、そこをクリックしていただくと、ミトコンドリアの塩基配列エントリーのみに絞ることができます。で、その時点で12件になります。で、他にも絞り込む方法がいろいろあって、まあそういうのが左の、ここの領域をなんかいろいろポチポチしていただくと、さらに絞り込んだりすることができます。植物の場合はなんか、ミトコンドリア以外にもなんか、クロロプラストゲノムとかが、絞り込むオプションがあったりします。それから上の方に DNA、RNA とかありますけど、発現遺伝子のメッセンジャー RNA とかのデータがヒットしていれば、それに絞り込むようなオプションがここに表示されたりもします。で、あとスピーシーズも今はアニマルズになってますけど、他の分類群をだけを選ぶということもできます。で、この画面の、右の下のこの辺ですね、サーチディテイルズって書いてあるところですけど、ここには実際に検索しているオプションが書いてあって、絞り込み内容が検索語として書いてあるんですね。カッコ、レフシーク、鍵カッコ、フィルター、鍵カッコ閉じっていうのをつけると、ここ、左のボタンをクリックするのと同じ効果が得られます。なので、ここの左のボタンをクリックする効果が、検索語として入力する場合は、こういう記述の仕方をすればいいっていうのが、右下を見ればわかります。なので、ここの上の検索ボックスに、ここに書いてある内容を入力してやると、全く同じ効果が、この左のボタンを押すのと全く同じ効果が得られます。なので、検索を入力した方がいいやとか、あと、論文に書くときですね。論文に書くときに、こういう検索をしたって、書かないといけない場合があるんですけど、この左のボタンを押したっていうんだと、すごい、文章が長くなって書きづらいんで、もうこの右下のこれを検索しましたっていうふうに書けばいいわけですね。
まあ、だから論文書くときにこっちがある方がすごい助かります。で、この画面でもう12個リストアップされてる状態なんですけど、12個リストアップして、send to っていうボタンを押していただくと、ファイルとして保存できる選択肢が出てきます。で、これをクリックしていただいて、全バンクっていうファイルフォーマットを選びます。で、ファイルフォーマットを全バンクして、クリエイトファイルってやっていただくと、保存できるので、12件の、データが保存できるようになります。言い忘れましてましたけど、今日の、この午前中、このデータを作るところが、終わった時点で、皆さんお昼ご飯を食べに行っていいと。で、終わんなかった人はお昼ご飯が、まあ、食べられないかもしれないというふうにお考えください。なので、早く飯食いたいっていう方は、ささっと、僕のスライドを、どんどん見て先に進んでいただいて、悠々と飯を食えると。で、とろくさい人は、全然飯が食えないと、まあ、いうふうなことになるので、ちょっと、ゆっくりと飯を食いたい人は頑張ってください。まあ、別にそんなに急がなくていいやってことは、方はゆっくりやっていただいて構いません。で、ファイルを保存していただいて、下のボタンで保存ってやって、保存されます。で、保存フォルダを開いてやって、ここでですね、保存フォルダを普通に、普通の Windows 10だと、オプションでなんか、でっかいアイコンが表示されるモードになってるんですね、こういうふうに。で、これは非常に見づらいっていうか、長いファイル名が表示できないんですね。長いファイル名を表示させるために、表示モードを詳細っていうのを選んでください。で、詳細表示モードになると、すごい長いファイル名も表示できるようになるので、で、この後どんどん出てくるんですね。すごい長いファイル名が。なので、この状態で、表示するようにしてください。で、今日の、今の場合はこういう短いファイル名なので、別にそれはどうでもいいんですけど、右クリックで切り取りを選んでいただいて、切り取った後、デスクトップに移動して、デスクトップに、を右クリックして、ここで新しいフォルダを作ります。新しいフォルダの名前をドロソフィラとか、つけて、エンターしていただいて、ドロソフィラフォルダを開いて、で、その中に右クリックして貼り付けていただくと。で、念のため、この sequence.gb っていうファイルを、桜エディターっていうエディターで開いテキストエディターで開いていただいて、他のエディターでも何でもいいんですけど、とりあえず使いやすいので、桜エディターっていうのを入れてもらってあります。で、桜エディターのアイコン、ドラッグアンドドロップして開くと、こんな感じの内容になってます。で、全バンク形式っていうのはこういう形式になってて、左の部分にローカスとかデフィニッションとかアクセッション、バージョンとか、なんかいろんな、情報書いてあると。で、それぞれの、項目ごとに、値が書いてあると。アクセッションバージョンの場合は、アクセッションが NC ハンダーバー044646669であるというふうに、こういうデータが書いてあるんですね。で、これ、右端の、スクロールバーをドラッグしてスクロールしていただくか、もしくは、カーソルキーを押していただいて、下にスクロールしていただくと、ずっと下に行くと、こういう情報が書いてあります。フィーチャーズっていうところを見ていただくと、それぞれ配列のどこからどこまでが、どんな領域かっていう情報が書いてあります。例えば、この1塩基目から16,024塩基目は、これ全域ですね。全域は、オーガニズムがドロソフィラメルカトラムで、オルガネラがミトコンドリアで、分子タイプがゲノミック DNA であるというようなことが書いてあります。で、ここの1から64っていうのは TRN1 っていう遺伝子がコードされてますよっていうようなことがここに書いてあるわけですね。で、ずっとスクロールしていくと、例えばここに CDS っていうのがあって、これはコーディングシーケンスの略なんですけど、CDS が3145塩基目から3842塩基目であ、あ、3832塩基目まであると。それは遺伝子がコックス2ですよっていうふうに書いてあるんですね。で、これがだから、こっからここまでがコックス2の領域ですよっていう情報がここに書いてあるわけですね。コックス2遺伝子領域の情報がここにあるので、こういう検索をすればいいんやなっていうことがわかります。で、あと、ノートのところに TAA stop codon is completed by the addition of 3 prime A って書いてあるんですね。で、これ、メッセンジャー RNA が、になった後、A が2つ追加されて、ストップコドンが初めてできるっていうふうに書いてあるんですね。なので、実は塩基配列の中には最後の AA が抜けてます。っていうようなことがこれでわかる。で、あと、16SRNA の領域を探していると、ここにこういうふうに RRNA ですよって書いてあって、
コンプリメントということは、向きが逆ですよっていうことですね。で、12,814 円金目から14,142円金目が、その、この領域ですよって書いてある。で、プロダクトが 16S ライボソーマ RNA ですよって書いてある。っていうようなことが、ここを見ればわかる。で、まあ、今回は見ただけで、閉じていただいて、ドロソフィラっていうホルダーを右クリックしていただいて、コマンドプロンプトを開くっていうのを選んでいただくと、コマンドプロンプトの画面が出て、操作できるようになります。で、そうするとこんな画面が出るんで、ここから先、この画面の中でなんかコマンドをポチポチと打っていただいて、編集していくことになります。で、ここまでなんか、全然わけわからんとか、なんか、うまくいきませんっていう方がいらっしゃいましたら、手を挙げてください。別にいないですかね。まあ、どんどん先に進んでいただいて構いませんので、終わった方は、のんびりしていってください。で、コックス領域を切り出していくんですけど、ここにコマンドが書いてあるんですけど、この書き方はちょっと、それぞれのコマンドの、意味を書くために、ちょっと途中で改行を入れてあるんですね。で、途中で改行を入れてあるんですけど、実際にコマンドプロンプトに入力するときは改行を入れないでください。っていうことを、このバックスラッシュが意味しています。で、行の最後にバックスラッシュが書いてあったら、バックスラッシュは、次の行に改行なしで続くっていう意味を表しています。なので、このバックスラッシュは入力せずに、次の行、改行も入力せずに、次の行の文字列を入力してください。まず、エクストラクトフィートっていうのはコマンドの名前です。で、これは、ヨーロッパのエンブルっていう、エンブル、EBI かな。っていう組織が作ってるエンボスっていうパッケージがあるんですけど、それの中のコマンドの1個です。で、さっきのフィーチャーっていうテーブルがあったんですけど、フィーチャーのテーブル の内容に基づいて、塩基配列を切り出すっていうコマンドですね。で、このエクストラクトフィートっていうコマンドのオプションとして、-type スペース CDS っていう入力すると、CDS の領域を、の中から、この後のに指定した検索を行うっていうことになります。タグ、ジーンっていうのが CDS の領域で、ジーンっていう領域が、バリュー、このコックス数、または COII っていう文字列が入っている領域を検索してやって、その領域を切り出して、この出力ファイルに保存しますっていうふうな感じの指示をしているわけです。で、まあ、このバックスラッシュと改行を、入力せずに続きを入力していただいて、エンターを押していただくと、このコックス数.nuc.fas っていうファイルが、生成されます。で、その中に、12本のファイルが、配列が入ってて、それぞれ、一種の配列を代表しているというような感じになっています。で、次にですね、塩基配列をアミノ酸に翻訳します。で、塩基配列、今回の場合はすごい綺麗なデータなので、普通にただ翻訳するだけでうまくいくんですけど、切り出したデータではなくて、塩基配列、特定の遺伝子の、パーシャルシーケンスが登録されている場合がありますね。パーシャルシーケンスの場合は必ずしも1塩基目がファーストコドンポジションだとは限らないんですね。で、セカンドコドンポジションから始まっているデータとかが登録されてたりするので、そういう場合、不揃いになることがあります。不揃いになっていると、単純に翻訳するとうまくアミノ酸に翻訳できないので、何回もアミノ酸に翻訳し直し、ずらして翻訳し直したりするんですけど、ここの PG トランシークっていうコマンド、これ僕が作っているコマンドですけど、このコマンドを使っていただくと、6フレームで、翻訳を全部やって、一番アミノ酸配列が長くなるやつを、が正しい翻訳結果であるっていうふうに返してくれる、コマンドがあるんですね。そうすると、向きも全部揃うし、始まりとか終わりとかも、コドン位置が、どっから始まってるかとかも気にせずに、翻訳することができます。なので、このコマンドを使っていただいて、遺伝暗号表は5番を使うっていう指定をして、翻訳をします。そうすると、COX2 unaligned、COX2 underbar unaligned underbar aa.fast っていうファイルが、間違えた。まずい。
おっとと。ですね。これかな。っていう、アンダーバー AA で終わるのが、これはアミノ酸配列の、翻訳者アミノ酸配列のファイルで、それに対応する、始まりから終わりまでがちゃんと対応している、ヌークレオタイトのファイルがもう一つできます。で、こっちの最初の入力ファイルは必ずしも、開始の位置が揃っているとは限らないので、これをそのまま使うことはできなくて、まあ、今日の場合は揃ってるからいいんですけど、いつも必ず揃ってるとは限らないので、ちゃんと揃ったファイルがここに同時にできるっていうことですね。で、ここで、ストランドが反対方向の、配列が混じっていても勝手に修正して揃います。で、まあなんか、ちまちまと、手作業でストランドを揃えるとかいう、そういうことはしなくていいです。で、その上で、マフトっていう、これ、半大かな、今。半大の、加藤さんっていう方が作られてるマフトっていう、マルチプルアライメントのソフトウェアがあるんですけど、そのマフトっていうソフトを使って、アミノ酸配列を多重整列します。で、マフトの中にアルゴリズムがいくつかあって、その中の、適切なやつを自動的に選んでくれるっていうオプションを指定しています、ここでは。で、CPU4 個使うって、まあ、このマシンが CPU4 個あるのかどうか知らないですけど、まあ、とりあえず、CPU4 個っていうふうに指定して、アミノ酸配列を翻訳して、こっちの、この、アンアラインドからアラインドのファイルを作るというふうに入力してください。で、実行してやると、まあ、アミノ酸配列が、アライメントされて保存されるんですけど、その時に、自動的に選ばれたアルゴリズムがどれなのかっていうのが、最後に表示されるので、これをちゃんと記録しておいてください。自動的に選びましたって、まあ、書いても多分問題はないと思うんですけど、念のため、使用されたアルゴリズムはこれですっていうふうに論文に書いた方がいいので、この使用されたアルゴリズムが何なのかっていう情報を一応見ておいてください。この場合は、large L-ins-small i っていう、L ins i っていう、まあ、発音はなんか用語はわからないですけど、まあ、こういうアルゴリズムが使われましたよっていうふうに書いてあるので、これを使いましたって論文には書いてください。単にマフトを使いましたっていうだけだと、どのアルゴリズムなのかわかんないので、ここで表示されたアルゴリズムの名前を、論文に書くようにお願いします。で、アライメントが終わったら、そのアミノ酸、アライメント済みのアミノ酸配列に合わせて塩基配列をアラインするっていう、コマンドが、まあ、これも僕が作ったコマンドですけど、PEG アラインコドンっていうコマンドがあります。があるので、これを使って、アライメントし直します。塩基配列をアライメントすると、まあ、こういうファイル名で保存すると、実際にできた配列が、保存されますので、それをこの後使います。で、このコマンドだと遺伝暗号に関係なく1アミノ酸が3塩基と仮定して整列するので、テーブルは何も、遺伝暗号表を与える必要がないです。で、このコックス数、なんだっけ。コックス数アンダーパー p.fas っていうファイルですね。ファイル名違う。すいません。これ、スクリーンショットが間違ってますね。コックス数アンダーバーアラインドアンダーバー nuc.fas っていうファイルですね。これを、メガ X のアイコンへドラッグ&ドロップしていただいて、まあ、このスライドはちょっと間違ってるので、修正してください。そうやって開いていただくと、まあ、こういうメガ X の画面になります。で、メガ X では編集 しません。なんでかというと、実は、メガ7だと普通に編集できたんですけど、メガ X、なぜかこの一番最初の縦一列を選択しようとするとうまく選択できないですね、なぜかね。よくわかんないんですけど、多分バグなんですけど、今とりあえず編集できないので、ちなみに編集する方法もあるんですけど、メガ X を使うと、実は配列の名前もちょっと、スペースが使えない都合上、勝手に変えられちゃうので、配列の名前が変わっちゃってると後で困るので、まあ、とりあえず、メガ上では編集しません。で、とりあえず覚えておくことがあって、最初の3塩基目は開始コドンなので削除することにすると。ということを覚えておきます。だから、
残す部分は4駅目以降だっていうことですね。まあ、それを覚えておきます。で、それから、スクロールバーを、下のスクロールバーをドラッグしてスクロールしていただくと、一番右端まで行きます。一番右端を見ていただくと、こういうふうになってるんですね。で、さっき、ジェンバンクファイルをテキストエディターで開いたときに、書いてありましたけど、最後に AA が追加されてストップコドンが形成されるので、最後 T で終わっちゃってるんですよね。で、T、ハテナハテナにされてます。でこのハテナハテナは、本当は AA がくっつくはずの部分です。でこれで終止コドンが形成されるんですけど、ここ、終止コドンなので、ここは、除去します。で、一番下の、これ、種名はちょっと忘れましたけど、なんかの種が、ちょっと1コドン減ってるんですね。で、ちょっとこの辺の、アライメント、ギャップを入れるべきなのか、右端にこの3塩基なくなるのか、ここの途中にギャップが入っているのか、よくわからないので、最後もう6塩基の除去することにします。で、最後6塩基除去するので、ここで、この最後から7塩基目をクリックしていただくと、ここの数字が変わるんですね、左下の。残す予定の最後の塩基をクリックしていただくと、この、ここが何塩基目なのかっていうのがわかるので、684塩基目ですね。っていうことがカラムを見ればわかるので、それを覚えておきます。だから4塩基目から684塩基目を残すわけですね。で、まあ、それはもう情報がわかったからメガに用はないので、メガを閉じます。で、4塩基目から684塩基目を切り出しましょうということで、4から684と指定して、コックス2アンダーバーアラインドアンダーバー nuc.hasta っていうファイルを、入力ファイルとして指定してから、コックス2アンダーバーラージ p.fas っていうファイルを出力ファイルとして指定しています。で、エンターを押していただくと、このファイルができると。で、このできた、コックスアンダーバーラージ p.fas っていうファイルを桜エディターのアイコンへドラッグ&ドロップしていただくと、まあ、こんな感じの画面になる。これそれぞれ、12種の塩基配列がそれぞれ出てきていまして、行数は24行あると。で、一番下はシュードオブスキュラですね。これが、3塩基短かったやつなんですけど、まあ、もう長さが全部揃ってます。で、上の方のボタンをクリックしていただくか、もしくはコントロール R を、キーボードで押してください。そうすると、ショートカットキーで、検索置換のダイアログが出ます。まあ、こんな感じの検索置換ダイアログですね。この検索置換ダイアログで、正規表現っていうチェックボックスがあるので、これをチェックしてください。入れます。で、このチェックをしていただいてから、この置換前の文字列として、こういう文字列を入力するんですね。あ、で、あと、すごい注意してほしいんですが、日本語で、のフォントでは、円で表示される文字っていうのは、英語フォントでは、バックスラッシュで表されるので、このバックスラッシュ、ここで書いてあるバックスラッシュと、ここのテキストボックスの中に入力している円マークっていうのは、僕らには違う文字に見えるんですけど、パソコンから見たら同じ文字です。なので、これは同じ文字だと思ってください。で、円とバックスラッシュは同じ文字と。まあ、これは歴史的な経緯でこうなっちゃってるので、もう気にしないでください。ここの円で書き表してあるのは、ここでバックスラッシュになってますけど、同じ文字を表しています。で、こういう検索前の文字列を指定するんですけど、これの意味をちょっと説明しますね。これは正規表現、まあ、英語だとレギュラーエクスプレッションですね。正規表現っていうのがあって、これは一定のルールに従う文字列を検索するときのルールの書き方ですね。で、それを正規表現って言うんですけど、正規表現では、この、ハットっていうか山っていうか、まあ、このマークは行の頭っていう意味になります。それから、この点プラスっていう、ピリオドプラスっていうのは、あらゆる文字、1文字以上を表します。まあ、ピリオドがあらゆる文字1文字で、プラスっていうのは1文字以上っていうのを表します。ちなみに、アスタリスクにすれば、0文字以上に変わるので、意味が変わります。で、この矢印のところにはスペースを入れていただいて、それからバックスラッシュ、カッコ閉じ、鍵カッコですね。
バックスラッシュ鍵括弧と、あとバックスラッシュ鍵括弧閉じっていうのがここにあるんですけど、実は鍵括弧には、正規表現では特別な意味があるんですね。で、その特別な意味があるんだけど、それを打ち消すっていう意味を、このバックスラッシュは持ってます。なので、つまりただの鍵括弧閉じにこれはマッチするようになります。で、まだスペースを入れていただいて、それから、まあ、ここ、中は点プラスなので、あらゆる文字1文字以上なんですけど、それの外側に、括弧閉じっていうのをつけると。そうすると、ここの中の点プラスにヒットした、文字列を記憶して、後で参照することができるようになるんですね。で、この括弧は、自体は検索されません。で、括弧自体にヒットさせたい場合は、さっきと同じように、このバックスラッシュをつけます。で、検索後の文字として、大なりドル1っていう文字を指定しています。で、このドル1っていうのは何かっていうと、さっき検索の時に記憶した一つ目の括弧内の文字列という意味なんです。実はこの文字列が主名になってるんですね。なので、主名だけが残る形になります。この検索置換をすると、主名だけが残って、ここで全て置換っていうのを選んでいただくと、12個、置換が行われまして、こういうふうになります。皆さん、このエクスプローラーで、表示の中に、このオプションっていうのがありますよね。オプションっていうのを選んでいただいて、オプションの中の、表示の中に、登録されている拡張子は表示しないという、いうチェックボックスがあるんですね。この登録されている拡張子は表示しないっていうチェックボックスが標準ではチェックされてます。で、これをチェックを外していただいて適用っていうのを押してください。そうすると、拡張子が省略されずに全部表示されるようになります。で、例年はもう、最初にこの設定されてるはずなんですけど、なぜか今年されてないので、話がちょっと、ややこしくなってたんですけど、これで、ファイル名がちゃんと表示されるので、拡張子がちょっと変わってたとか、そういうのが、これでわかるようになります。で、ですね、桜イーターで検索置換っていうのをやっていただくと、主名以外残ってない状態になります。で、主名だけが残って、12種、主名が残ってます。サントメアだけ、ストレイン3アンダーバー BS11 っていう、ものになってますけど、まあ、それ以外は全部主名だけですね。が残ってる状態になってる。で、これを、まあ、16S でも同じようにやってやれば、配列名を見れば同じ、配列名が揃うようになるわけですね。で、この桜イーターっていうのを使わなくてもいい方法が実はあるんですね。その前に、もう一つ、検索置換をしないといけないかな。スペースの部分は、配列の名前にスペースが入ってるの実はまずいんですね。それがうまく扱えないプログラムが多いので、スペースをもう一回検索していただいて、置換後にアンダースコア、アンダーバーを入力していただくと。で、すべて置換していただくと、14箇所置換されまして、まあ、こんな感じになると。ちょっと赤い線入れちゃってるせいで分かりにくいんですけど、主名、属名と主称名の間にあったはずのスペースが全部、アンダーバーになってます。で、このストレイン 3BS11 っていうところも全部ここはアンダーバーになってますね。なので14箇所、置換されることになります。で、ここでは桜イーター使ってますけど、実はその前に保存かな。保存していただいて、閉じると。で、桜イーターを使わずに Perl っていうプログラムを使って検索置換することもできます。で、そういう時はこう入力すると。これ、先ほど、桜イーターでやった処理と全く同じなので、別にやる必要はなくて、どっちか片方だけやればいいです。で、この、Perl っていうプログラム、コマンドを使うと、この中に入力した、非正規表現の内容が検索されて、置換が実行されるというようなことができます。でまあ、このコマンドを打ち込むと、先ほど、手作業で、桜イーター上でやった作業が一撃で一瞬で終わるという感じですね。COX2 の領域の編集が終わったら、次 16SRRNA を切り出します。16SRRNA の切り出しは、このエクストラ、同じようなエクストラフスヒートのコマンドを使って、こう書き出すわけですね。で、タイプ、さっきは CDS だったんですけど、今回は RRNA になると。
で、タグはジーンじゃなくて、今回は、RNA ってジーンじゃなくて、厳密には競技の遺伝子には当たらないので、ここでは、ジーンではなくて、プロダクトっていうタグを調べます。で、ここの辺のタイプとかタグの部分のキーワードが何になるかっていうのは、ジェンバンク形式のファイルをテキストエディターで開いて、フィーチャーの部分を見ていただくことでわかります。で、バリューの部分も、そこの、プロダクトの内容がどう書かれているかを見ればわかります。で、ここで、ここのバリューの入力内容で、縦棒っていうのは、オア検索を表してて、なんだっけ、これ、アスタリスクか。アスタリスクは、あらゆる文字、0文字以上っていうワイルドカードを表しています。なので、L-RRNA って書いてある、プロダクトに書いてある部分を切り出す。もしくは、16S なんちゃらって書いてある、プロダクトに 16S なんちゃらって書いてある部分を切り出す。または、ラージなんちゃらサブユニットなんちゃらって書いてある部分を抜き出すっていう風な指示になります。で、このダブルクォートの中っていうのは、スペースを書くことはできないですね。スペース入れられないんで、スペースの代わりに、ここでアンダー、あ、じゃあ、アスタリスクを使ってます。アスタリスクを使うと、スペースもヒットするので、まあ、こう書くことで、16S の、領域を全12種に対して、切り出すことができます。ただ、ここの表記入れっていうのは、リファレンスシーケンスなので、すごい少なくなってるんですね。リファレンスシーケンスっていうのは、NCBI のスタッフの人が、人力でチェックして、すごくきれいに整備してくれているせいで、ここの表記例がすごい少なくなってます。ただ、NCBI のスタッフがチェックしてないような塩基配列っていうのは、ここの表記例がすごい激しくって、同じ遺伝子にも全く違う名前がついてたりするんですね。なので、その場合は、いちいちその、エントリーを全部チェックして、なんて書いてあるかを見てやって、ここでオアを指定しないといけないと。もしくは、オアで指定できない場合は、なんか別のファイルに書き出して、複数回、これを実行して、それから後からくっつけるというようなことをします。で、こういうコマンドを実行すると、16S の領域が切り出されて、このファイルに保存されます。で、まあ、これも先ほどと同じように、マフトっていうコマンドを使ってアライメントしてやると。で、アライメントされた時のアルゴリズムをチェックして、まあ、L ファイル因数 -i を使っていますねっていうのを、論文には書くと。で、できたファイルを桜井タのアイコンにまたドラッグアンドロップしていただいて、検索置換をするんですけど、まあ、ここもパールでやっていただいても構いません。パールでやっても、桜井タでやってもどっちも一緒です。まあ、マウスをポチポチするよりは、コマンド打つ方が楽やっていう場合は、コマンド打っちゃっても構いません。で、ここで、先ほどと検索キーワードがちょっと違いますっていうのも、ここで、鍵括弧の中が CDS じゃなくて、RRNA になってるんですね。まあ、それ以外一緒です。で、また、検索後の文字列はドル1を指定すると。で、すべて置換をすると、12箇所置換されまして、こういうふうになると。で、まあ、もう一回検索置換をしてやって、スペースをアンダーバー、アンダースコアに置き換えると。いうことを全て置換すると、まあ、こうなると。14箇所置換されまして、先ほどと同じようになると。まあ、種名を見ると、このドロソフィラ・シュードオブスキュラとかでは、ドロソフィラ・アンダーバー・シュードオブスキュラになっていると。適当に入力してください。あとですね、コマンドプロンプト上では、過去に入力したコマンドをカーソルキーの上を押せば、辿っていくことができて、同じコマンドをちょっとだけ修正するとかいうときに、上を押していただくと、前に入力したのが出るので、それを修正する、して実行すればいいです。で、あとですね、ファイル名、すごい長いファイル名を入力するときなんですけど、すごい長いファイル名を入力するときは、途中まで入力してからタブキーを押してやると、その途中まで入力した内容に合致する、ファイル名が自動的に保管されますので、すごい長いファイル名を入力しなくていいです。なので、この後で、すごい長いファイル名を入力するときに、バカ正直に、長いファイル名を打つ必要はないです。そうですね、途中のファイル名が、
微妙に拡張子の部分とか書き間違えてて、間違ってる部分があるんですけど、その場合は入力ファイルがないとか、エラーの内容が出るので、エラーの内容を見てちょっと適宜修正をお願いします。なんか、ところどころで最後の拡張子の部分を FAST A にしている場合と FAS にしている場合とが混ざってるんですね。でそれがところどころ間違ってるので、そこはまあなんか入力ファイルがありませんとかなどというエラーが出た場合は、そこは適宜ファイル名を見て修正してください。もう12時になったので、とりあえず先に進みますけれども、怪しい部分をトリミングするコマンドが、トライマルっていうのがあるんですけれども、16S の場合は、このように、実行していただくと、トライマルが勝手にいい具合に、アラミの怪しい部分を除外したファイルを作ってくれますので、こうやってコマンドを実行してください。で、トライマルちょっと余計なことをしてくれてまして、実はこの種名の後ろに何ベースペアあったのかっていう情報が勝手に加わるんですね。1319ベースペアってここに書いてありますけど、これが勝手に加わると、これがあると邪魔なので、これを捨てます。でそのためにこういう正規表現を書きます。でスペース n もしくはバックスラッシュ d プラススペース bp ですね。でここのバックスラッシュ d っていうのは一文字以上の数字を表しています。で、プラスっていうのは、プラスじゃなくて、バックスラッシュ D が数字を表してて、プラスにすると一文字以上の数字になります。なので、1319っていうのはこれでヒットするわけですね。で、置換後の文字列として空欄を指定していただいて、すべて置換を選ぶと、まあ、12箇所置換されまして、全部捨てられると。で、まあ、これを上書き保存して、閉じると。やっていただければ、終わりです。で、まあ、この内容もパールで、コマンドプロンプト上で実行する場合は、こう入力していただければいいと。あ、ちなみに、ここの入力内容ですけど、MacOS とか Linux のターミナルの場合は、このコマンドは一緒ですね。このコマンドは全く一緒なんですけど、ドル1とかを使うようなケースでは、入力の仕方がちょっと変わるので、Linux や MacOS の方は、少し、その使用しているターミナルに合わせて、修正する必要があります。まあ、Windows の場合はこれで、問題ないです。はい、よろしくお願いします。ここから始めるんですけど、その前にちょっと、午前中の、フォローなんですけれども、左の、半分で示したように、僕のホームページの、最初に紹介したホームページのところに、もうデータファイル、今日作ったやつ、さっき作ったやつ置いときましたので、うまくできなかった人はここから取っていってください。これをダウンロードしていただくと、開いていただくと、中にファイルがあったりするんですけど、まあ、その中に一番下に ZIP ファイルで固めてあるのも置いてあるので、この ZIP ファイルをダウンロードして開いていただくと、右の画面のように、このファイルの内容が、展開できますので、全部揃います。まあ、っていうか、いるのはこの、cox2-p.fas っていうのと、一番上の 16s.fas っていうの2つだけなんですけども、まあ、他のファイルも一応揃います。ですね、あと、皆さんがもし帰ってから、ここで演習で使った、ソフトとかをいちいちインストールするのた、何をする、インストールすればいいのかっていうのがここに書いてあります。必要なソフトウェアがここに、リストアップしているので、ここの内容のソフトをそれぞれ全部インストールしていただければ、今日、やっていただいたのと同じような環境になるので、まあ、拡張子の表示とかは設定しないといけないんですけど、それ以外は同じ環境になりますから、同じようなことが操作で同じことができるようになります。はい、では続きに入っていくんですけど、まあ皆さんご飯食べてちょっと眠くなってくると思いますけど、頑張ってください。まあ、僕は皆さんほったらかしにして海鮮のうまいの食ってきました。で大変美味しかったですね。で、続きに入っていきますけれども、午後の最初は、分子進化の統計モデリングの話をするんですけど、まあ、もうすでに結構、講義で出てきたかもしれないですけど、重複になりますけれども、話していきます。
分子進化の統計モデリングでは何をしていくかというと、まずこういう4種の塩基配列における形質状態があったとすると、あの塩基の置換っていうのはこの矢印 の数だけ、パターンがあると。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と12パターンあると、塩基の置換パターンは12通りあって、それぞれの起きる速度っていうのは均一ではないんですね。起きやすい置換と起きにくい置換っていうのがある。なのでそれは区別して別々にモデル化しないといけないじゃんっていうことをやるのが、塩基置換速度行列っていうものです。それどういうものかっていうと図にするとこんな感じになります。で、左の、モデルと、右のモデルが2つ、2種類書いてあるんですけど、左側は A、from が A、T、C、G、T とあって、A から C への、置換を R、A、C、Pi、C というふうに表すという感じですね。で、A から T の変異は R、A、T、Pi、T と表すと。で、各マスっていうのは、塩基 X から塩基 Y への置換速度です。で、πx っていうのは塩基 x の頻度を表しています。πt だと t の頻度ですね。頻度っていうのは要するに、πa、πc、πg、πt を全部足すと1で、それぞれの、塩基の、存在する割合ですね。だから、そもそも塩基配列の中に、πt が 0.8 とかで、要するに t が80% ぐらい占めてたと。そうすると、そもそも、8割に増えやすいわけですよね。だから A から T への変異っていうのは起きやすいはずやと、まあそういうふうに感じでモデリングするわけです。で、ここで RXY っていうやつと RYX っていうパラメータが等しいモデルを時間反転可能モデルと言います。で、こっち左の場合が時間反転可能モデルで、右の場合が時間反転不能モデルです。まあこれだから RAC と RCA っていうのは違うんですね。値が違うと。で、ほとんどの系統樹推定では時間反転可能モデルを用います。なんでかというと、時間反転不能モデルっていうのは、数値計算上、このパラメータの値の収束する条件っていうのを満たしてなかったり、もしくは収束させるのがめちゃくちゃ大変だったりするんですね。で、あと、右側のモデル、時間反転不能モデルっていうのは、系統樹を考えるときに、有根系統樹を使わないといけないですね。で、左側は無根系統樹でいいんですね。で、有根系統樹にすると、根がつく場所っていうパラメータが1個増える、OTU として1個増えるんですね。で、枝の数が増えるので、それで樹形探索範囲もさらに広がる。その上、このパラメータの、計算がすごい大変って、まあそういういろんな事情があって、左の条件、の方が、計算がすごい楽なので、左の方を基本的には使います。で、じゃあ塩基配列があるんやったら、アミノ酸ではアミノ酸置換速度行列って考えなあかんっていう。で、まあ、その場合は 20×20 の置換速度行列になります。で、こういう図で表すのもめんどくさいので、もう図では示しませんけれども、20×20 になると。で、そうすると、189個 R なんちゃらっていうのがあって、19個 π なんちゃらっていうのが出てきます。で、これ計算するのすごい実は大変なんですね。普通の塩基配列じゃない、普通のアミノ酸配列でこれを計算するの大変なので、もうじゃあ、既存の系統樹の樹形がもう分かってる生物のデータをものすごい大量に取ってきて、それアミノ酸配列にしてやって、で、最適化した値を使いましょうっていうのがあるんです。それをエンピリカルモデルと言いまして、基地の系統樹と大量のデータから推定した値を使って、もうその値に固定しちゃって、この189個と19個の値を固定して計算するんですね。そうすると、自分のデータから推定するパラメータとしてはゼロになるので、計算がすごい楽になるんですね。で、そういうモデルを基本的に使います。有名なものとしては、なんか WAG とか、なんかウェランさんとゴールドマンさんが作ったから、ウェラン&ゴールドマンで WAG とか、そういうモデルですね。で、この場合データから推定するパラメータ数は0になるので、すごい計算が楽です。で、これだけだと、ちょっとなんか、省略しすぎやなという場合があって、思う場合があるんですけど、その場合は、プラス F モデルっていうのを使います。プラス F モデルっていうのは、フリーキュエンシー、つまり π の値だけはデータから推定して、R なんとかの189個の値は、エンピリカルモデルの、所要の値を使うというものですね。で、ここからさらに発展させたものがあって、エンピリカルミクスチャーモデルっていうのがあるんですね。で、これは、各サイトをそれぞれいくつかのカテゴリーに分けちゃって、でそれぞれ異なる 20×20 の置換速度行列を当てはめる。っていうものですね。
で、カテゴリーごとに速度と頻度を持てる。このモデルとして代表としては、なんか LG なんちゃらっていう、LG4 なんちゃらっていうやつと、あと EX なんちゃらとか、EXEHO っていうやつとか、まあそういうのが提案されています。で、この LG4M とか LG4X っていうのは、まあ、後で出てくる、ガンマ分布モデルとか、フリーレートモデルっていうモデルの、を使っているので、カテゴリーで分けるときに、このサイトは速い、このサイトは遅いとか、そういうスピードでカテゴリー分けするんですね。で、スピードでカテゴリー分けした上で、速いサイトと遅いサイトで、それぞれ別の 20×20 の置換速度行列を当てはめると。そういうのが LG4M と LG4X ですね。で、すごいよく使われています。で、これに関連するんですけど、サイト間で置換速度が違うと。そういうのを考えましょうっていうのがあるんですね。こういうデータマトリックスがあったとします。で、OTU1、2、3、なんたらかんたらかんたらで OTUN とあると。で、それから、塩基配列がこういうデータがあると。まあ、途中は点点点で省略してありますけど、まあ、こういうふうになんか、赤が速いところを表してて、青が遅いところがあると。で、速度が速いところとか遅いところとか、本当はもっと、いろいろしましま模様になるわけですね、こういうふうに。ここでは真ん中に赤い、速いところが一箇所だけあるだけですけど、本当はもっといろいろしましまに入り乱れるような感じになってます。で、そういう速いところ、遅いところっていうのは、起きる確率は全然違うので、遅いところの変化っていうのはすごい大きな意味があるけど、速いところの変化っていうのはもうそんな大した大きな意味はないんですね。で、そういうところをちょっと考慮しないといけないじゃんっていうのを考えた人がいたわけですね。ジーヘンヤンっていう人ですね。イギリスの方です。まあ中国人なんですけど、今イギリスにおられる方ですね。で、変異の多い、つまり置換の速いサイトと、そうでないサイトがあると。で、まあそういう観測事実があると。だから、サイト間でそれぞれ置換速度の違いをモデリングしないといけないと。で、ヤンさんっていう人は、置換速度っていうのは横軸が連続量で、で、確率密度分布は非対称です。まあ、要するに、図にすると、横軸が置換速度で、縦軸がサイト数の確率密度だとすると、まあ、なんかこんな感じになったり、こんな感じになったり、こんな感じに分布したりするというような、分布をするはずだと。で、まあ、そういうのは、ガンマ分布っていうのを当てはめれば、モデリングできるというふうに、提案されました。で、ただこの連続的なガンマ分布っていうのは当てはめるのすごい大変なので、ここからさらにガンマ分布に基づいて、ここからここまでをひとまとめにする、ここからここまでをひとまとめにする、ここからここまでをひとまとめにするっていうふうにカテゴリーに離散化しちゃった、ガンマ分布モデルを当てはめるようにしました。まあそれでも大体、まあ、連続的なガンマ分布とあんま変わらへんということを明らかにしまして、まあ、4個以上のカテゴリーに分けると。いうふうに、してます。で、さらに、まあ、4個以上のカテゴリーに分けるんやったら、別にもうガンマ分布にこだわる必要ないやんっていうふうに、ガンマ分布の、制約を外しちゃったのが、もう、いらんっていうふうに外したのがフリーレートモデルっていうもので、最近、になって使われるようになってきてるんですけど、まあ、その場合はパラメータが増えちゃうので、ガンマ分布を使う場合は、ガンマシェイプパラメータのアルファっていう値だけ分かれば、カテゴリー分けも速度も全部、1位に決まるので、アルファの値だけを計算すればいいことになるんですけど、フリーレートモデルだと、それぞれのカテゴリーの頻度と、それからそれぞれのカテゴリーにおける速度とかも全部、推定しないといけないので、パラメータ数が増えちゃうということですね。まあ、ただ、当てはまりとしてはフリーレートモデルの方がいいです。で、さっきの LG なんちゃらっていうモデルがありましたけど、LG4M っていうモデルは、このガンマ分布によって、速度カテゴリーを4つにアミノ酸のサイトをそれぞれカテゴリー分けしてやって、その4つの速い遅いのそれぞれに別の速度別の 20×20 の置換確率行列を当てはめるっていうモデルになってます。で、 LG4X っていうのは4つ以上のカテゴリーに分けるときにガンマ分布を使わずにフリーレートモデルを使って4つ以上4つのカテゴリーに分けて、それぞれ速いやつにはこのマトリックス、この、遅いやつにはこのマトリックスっていうふうに置換確率行列を当てはめるモデルが LG4X になります。で、複数の遺伝子データの、場合、を考えます。で、こういうふうに左が遺伝子 A のデータがあって、右側、OTU セットは全部一緒で、遺伝子 B のデータがあったとします。その時に、じゃあ複数の遺伝子それぞれに異なる塩基置換速度行列を当てはめましょうと。
いうふうに考えるのは、まあ、普通の考え方ですね。なんか、遺伝子の領域が違うんだから、置換パターンは普通違うわけですよね。まあ、すごい、役割の似た遺伝子とかだったら、一緒にしちゃってもいいかもしれないですけど、全然違う役割の遺伝子に、同じ置換速度行列と当てはめるってのはおかしい。だから分けちゃいましょうと。だから、それぞれ塩基置換速度行列と、サイト間の不均質性のパラメータを当てはめるようにしましょうと。まあ、それはいいんだけど、その当てはめ方として、さらに等速モデルっていうのと、比例モデルっていうのと、分離モデルっていう3つの当てはめ方がある。で、それは何かっていうと、まあ、図で表すと楽なので、説明するしやすいので、図でしますと、等速モデルだと、こうなると。系統樹で表すと、等速モデルっていうのは、遺伝子 A も遺伝子 B も、全く同じ樹形で、全く同じ枝の長さが当てはめられる。で、だから系統樹は完全に同一のものが当てはめられて、そのため枝の長さ、つまり置換速度が完全に等しいと仮定するようなモデルです。遺伝子座間で。で、比例モデルっていうのはこれをさらに制約を緩めたものです。で、こうなると図にすると。つまり右の方が枝が長くなっているので、置換が早いわけですよね。で、枝の長さが例えば2倍に、これ多分2倍はいってないと思うんですけど、まあ仮に2倍だとすると、枝の長さが2倍になってるっていうパラメータを推定すればいいわけですね。なので、系統樹は、樹形は完全に一緒で、枝の長さも相似的な感じなんですけど、その代わり、枝長の比が求められないといけない。で、その枝長の比は系統樹の上で一定であると。つまり、OTU7 のこの直上の枝と、こっちの遺伝子 A の OTU7 の直上の枝っていうのは、比が例えば1対2だったとすると、この OTU6 の直上の枝は、こっちもやっぱり1対2であると。OTU5 の枝も、ここの枝も、ここの枝も、全部、1対2の比率を持っているというふうな、モデルが比例モデルです。で、じゃあ分離モデルっていうのはもっと複雑なモデルで、これ樹形一緒なんですけど、枝の長さはそれぞれ天然バラバラです。枝の長さが、の比っていうのは全部違う。まあそういうモデルが分離モデル。これが一番制約が緩い。だから分離モデルの制約をきつくしてやったら比例モデルになるし、比例モデルの制約をさらにきつくして比が全部1にしてしまえば等速モデルになる。そんな感じですね。なので分離モデルっていうのは系統樹は相似系ではないです。で、置換速度の比が系統樹上で一定ではないと仮定する。で、そのために推定すべき枝の長さのパラメータっていうのはめっちゃ増えます。めっちゃ増えますけど、これが一番当てはめが基本的にはいいです。で、ここでパラメータ数っていうのを、ちゃんと考えないといけないですけど、まず置換速度行列を考えるときに、DNA の場合、R なんとかっていうのが0から5個。で、DNA の場合は、パイなんちゃらの方のパラメータは0から3個になる。なんで4つじゃないのかって思うかもしれないですけど、頻度っていうのは、合計は必ず1なので、3個求まったらもう残り1個は勝手に決まるんですね。だから、パラメータとして推定すべきものは、0個から3個になるんですね。で、DNA の R の方も、どれか1個が決まれば、どれか1個を基準にして、それに対して相対的にどれだけ違うかっていうのを表すだけなので、本当は R なんちゃらっていうのは6つあるんですけど、1個は、固定なので、残り5つ求めればいいということで、求めるべきパラメータ数としては、最大5個になるというわけです。で、サイト間の置換速度の不均質性の場合は、領域ごとに0個以上ですね。まあ、不均質性を当てはめない場合、全部均質だっていうふうな仮定の場合は0で、ガンマ分布を当てはめる場合は、ガンマシェイプパラメータの α の値が1個、求めないといけない。で、フリーレートモデルの場合は、例えば、カテゴリーを4つに分けるとすると、4の2倍、マイナス1で7つパラメータを求めないといけない。ようになります。それから、区分する場合と区分しない場合で、区分しない場合のモデル、もしくは、区分するけど等速モデルを当てはめる場合には、枝の長さの、パラメータ数が OTU の2倍マイナス3個求めることになります。これが枝の数になるので、例えば OTU が10個やったら、必ず枝の長さっていうのは17個になるので、こういうふうに数式として求められると。それから比例モデルの場合ですけど、
枝の長さとしては OT 数かける2マイナス3なんですけど、枝長の比っていうのを求めないといけなくて、領域が2つある場合は、枝長比は、パラメータは1個なんですけど、領域が多分1000とか2000とかになってくると、その領域数マイナス1個のパラメータを、推定する必要があります。分離モデルの場合は、枝長の推定しないといけない数がどんどん爆発的に増えていくんですけど、領域数の掛け算になります。でこのようにして、パラメータ数が決まるので、まあ、分離モデルが一番計算するの大変ということになります。で、結局、そんないろんなモデルの当てはめ方があるけど、どれが最適なんやっていうのを考えるときに、モデル選択っていうのが必要になってくると。で、モデル選択とは何かっていう話をするんですけど、ここで例として、何かの値、まあ、例えば、横軸が、身長、縦軸が、まあ、なんか腕の長さとかやと思ってください。で、皆さんのその値を、皆さんの、値を持ってきたとするじゃないですか。で、皆さんの中から3人選んで、3人その値を取ったと、プロットしたと。そしたらこんなんやったと。で、一次式を当てはめるとこんな感じになる。最小次乗法で当てはめるとこんな感じになりましたと。で、二次式を当てはめたら3点全部通せました。おお、なんやこれすごい当てはまりええやんとか思うじゃないですか。で、当てはめりはじゃあ二次式の方がいいですよね。で、じゃあ、この3人選んだ時に、選んだサンプルっていうのをもう一回、取り直すと。皆さんの中から3人選ぶっていうのをもう一回やり直しましたと。そしたらこうなりました。赤い点になりました。そしたら、当てはまり二次式悪くなりましたよね。なんか、一次式はほとんど当てはまりが変わってないんだけど、二次式の当てはまりはすごい悪化していると。だから、まあ、これ、見る限りでは、一次式の方が、母集団のパラメータを推定する能力が、どうも高そうに見える。というふうに考えたわけです。だから、当てはまりの良さっていうのは、マイナスパラメータ数、パラメータの個数が、母集団の性質を推定するための、能力になると、そのモデルのね。で、だから、パラメータ数が無限に増えればいいんじゃなくて、パラメータ数ある程度、制約を課して、そんなに増やさない方にした方が、母集団の推定能力が上がるんだよってことですね。で、まあ、それを表す式がこの AIC っていうもので、LNL っていうのが、対数誘導ですね。で、2K っていうのが、パラメータの2倍ですね。で、AIC っていうのは赤い系広継っていう人が考えたんですけど、まあ、さっきのこの式と実はこれ一緒なんですよね。で、マイナス2倍になってるだけで、それ以外は全く同じものです。で、マイナス2倍になってるだけで、対数誘導のマイナス2倍と、パラメータ数のマイナス2倍の和になってますね。で、まあ、これを最小化するようにすれば、推定能力は最大化されるというふうに、まあ、赤池さんという人が一応いろんなケースを考えて理論的に、こうそうなるんやっていうふうなことを示されました。で、まあそれを使って、この後、最適なモデルを選ぶっていうことをやります。まあただここではこの後で使う使うのは AIC ではなくて BIC っていうのを使ってます。で、ここから実習に入るんですけど、ここまで何か質問とかコメントとかございます？特に内容でしたら、もう、この続きの、演習に入っていきたいと思います。核酸法っていうプログラムがあるんですけど、まあ、これは僕が作っているやつなんですけど、もうだいぶ古くなってきたんで、本当は、新しいソフト使いたいんですけど、実は Windows 上で、その新しい、系統樹推定ソフトがいくつか、出てきてるんですけど、Windows 上で動かないんですよね。それで仕方なくこの Windows で演習する上でちょっとうまくいかないので新しいソフトを使わずにちょっと古いソフトを使っていることになっています。で今日のところは核酸法っていう僕の作っているプログラムで分子進化モデルの最適なやつをデータに対して選んでからモデル選択結果を見て、まあ、その後さらに左右系統樹推定をしていくということになります。で、皆さん、拡散法を起動してください。で、起動すると、画面が出るんですけど、そこの画面に対して、さっき作った、午前中作ったファイルをドラッグアンドドロップしていきます。
いや、あと、午前中の、ファイルの作成がうまくいってない場合は、この後エラーが出るんですんで、その場合は、先ほど示した、ホームページから、できているファイルを落としてきてやり直してください。で、ドラッグ&ドロップすると一番下のところに、フルパスって言って、ファイル名、単にファイル名だけじゃなくて、どこにあるかっていう情報まで含めて、入力されます。で、これを確認して、エンターを押してやると、まあ、それから、cox2p.fac っていうのを、そうか、もう一回、ドラッグ&ドロップしてやります。だから、16s と cox2 を2回に分けて入力するわけですね。で、入力が終わったら空欄のままでエンターをしてやると、ファイルの入力モードから出るので、そこから先の質問に、行きます。で、次の質問が、ターゲットの分析ソフトは何ですかって聞いてくるんで、標準ではラックセメールになってるんですけど、ラックセメールのままなんで、空欄のままでエンターでいいです。で、次の質問は、これ何やったっけ？コドン位置を分割しない非区分のモデルを検討しますかっていう質問が出て、デフォルトで Y になってるんで、まあそのままエンターにします。で、それから、複数の遺伝子のデータを入力したので、そうそう、言い忘れましたけど、この核酸方の場合、コドンポジション、を分けるか分けないかっていうのを認識させるためにはファイル名が重要で、入力ファイル名は cox2_large_p.fas だったと思います。.fas の前が _p になってるかどうかで、そのデータがタンパクコード領域かどうかっていうのを見分けているので、必ず、タンパクコード領域の場合は _p っていうのをつけてください。ファイル名に。で、拡張子の前にですね。で、それを入れてないと、そういうファイル名になってないと、ここのコドンポジションの分割っていうのを検討してくれません。で、それから、これですね。16S と COX2 を分けて、2回に分けて入力したので、それぞれ別の、モデルを、塩基置換行列を当てはめるっていうモデルは自動的に絶対考えるんです。考慮さん対象にするんですけど、それぞれ区分せずに、16S と 16S に共通のモデルを当てはめるっていうのは検討しますかって聞いてきます。で、まあ、基本的にはほぼ検討しなくていいんですよね。まあ、だからデフォルトでは N になってるんですけど、まあ、今日は一応、検討しようということで、Y にと入力していただいて、エンターします。まあ、基本的には、考慮する必要はほぼないです。で、次の質問は何やったっけな。そうか。非区分と、等速モデルと、分離モデルの比較はしますかっていう質問が出ます。で、まあ、これは、デフォルトで ES なので、エンターで、そのまま空欄でエンターします。で、ここでプロポーショナルが入ってないんですけど、なんでプロポーショナルがないかっていうと、比例モデルが入ってないかっていうと、ラックセメルが比例モデルに対応してないからです。で、本当は比例モデルを検討したいんですけど、ラックセメルは対応しないから仕方なくここでは省略しているということになります。次の質問が、延期頻度ですね。延期頻度が、パラメータを最優法で最適化しますかっていう質問が出ます。で、延期頻度は、データの中の延期頻度をそのまま当てはめるっていうモデルが、そのまま当てはめるんですけど、基本的には。その値そのままよりはちょびっとだけずれるんですね。だいたい最優法で最適化すると。だから、まあ、やった方が誘導は良くなるんですけど、まあ、ほんのちょっとしか変わらないので、あんまやらなくていいというわけで、ここではノー。デフォルトではノーになってて、空欄のままでエンターしていただいて構いません。まあ、別に最適化していただいても構いませんけど、多分結果は一緒です。で、次が、最適化に、モデル選択に使用する仮の樹形っていうのは、デフォルトでは、何だっけな。JC69 モデルで作った NJ ツリーを使うんですけど、それがデフォルト設定なんですけども、
自分でその樹形を与えたいっていう場合は、ここで、系統樹のファイルを指定していただければ、それを使うようにすることもできます。で、まあ、今回はもうデフォルトのままでいくので、そのままエンターです。それから次の質問が、CPU 何個使いますかって聞いてくるんで、まあ、CPU4 個あるんやったら4します。で、ちなみに、CPU の個数を調べる方法なんですけど、Windows の場合、タスクバーで右クリックして、タスクマネージャーっていうのを起動します。で、タスクマネージャーっていうのを起動すると、こういう画面が出ます。で、タスクマネージャーを起動して、詳細って見せて、パフォーマンスっていうのを見てやる、いうタブを見てやると、ここで、コア6って書いてありますね。ロニープロセッサー6って書いてありますね。まあ、だからこれ CPU6 個あるんですね。だからこのパソコンには CPU、僕の今使ってるパソコンでは CPU6 個あるんですね。まあ、皆さんが同じかどうか知らないですけど、皆さんのやつも、ここの値を見れば、CPU が何個あるかがわかります。で、その CPU の個数に合わせて、この、値は増減させてください。まあ、別に4個でも、最大でその値にしてください。それを超えるとなんかエラーになる場合もあるので、あんまり大きくしすぎるとダメですけど、最大で自分のパソコンに載ってる CPU の個数を指定して、それ以下の値を指定してください。それから、ここで、拡張命令何を使いますかっていう質問があるんですけど、まあちょっと意味わからないと思いますけど、新しい CPU ほど、拡張命令っていうのがいろいろあって、いろんな、より早く計算する機能があるんですね。その、より早く計算する機能を使うか使わないかっていうのがあるんですけど、ただ古い CPU だと、その新しい機能を持ってないので、うまく計算、プログラムが動かないです。で、その新しいプログラム、新しい機能っていうのが AVX2 っていうのが一番新しいやつで、その前が AVX ですね。で、3番目に新しいのが SSE3 ですね。で、すごい古いのが SSE2 っていうやつです。で、SSE2 を以上、以降を、にしか対応してないんですけど、今の場合。SSE3 を今ここで選んでますけど、皆さんのパソコンだと多分かなり新しいので、おそらく AVX2 も対応してると思います。まあ、ただ、なんか Windows 上ではうまく AVX2 動かなかったような気がするので、ちょっと AVX2 を指定するのはやめた方がいいかもしれないですね。まあ、AVX か SSE3 を指定してエンターしてください。一応、こっちの右側のやつほど新しくて、より早く計算ができるはずです。で左のやつのほど、遅い代わりに安定して計算できる。より枯れてると。技術的になんか、対応してない CPU が少ないので、左のやつの方が動きやすい。不具合が生じにくいってことですね。で、まあ、とりあえず今回は SSE3 を使うことにしておきます。で、すべての設定が終わったので、終わりましたと。で、エンターを押したら計算始めますよっていうふうに言うので、まあ、このままクーラーのままエンターしてください。そしたら計算が始まって、ずらーっと出て終わりと。で、そうすると、元のデータファイルが置いてあったフォルダに 16s.fas.kakusan っていうフォルダができているので、まあ、その中に全部の結果が出力されています。で、本当はなんかちょっとゴミみたいなファイルがいくつかのあったんですけど、これ手動で削除した後の、スクリーンショットになってますけど、configuration.txt っていう、ファイルがあります。でこれを桜エディターかなんかで開いていただくと、こんな感じの内容になってます。左、一番1行目が、計算始めた、日時。で、2行目が、拡散法のバージョン。で、3行目、4行目、5行目が入力ファイルと。というふうに、まあ、なんか、そういう、どういう条件で計算したのか、解析したのかっていう情報がここに全部書いてある。なので、まあ、なんか、論文を出すときに、必要なのを選べば、これを見ればいいし、まあ、なんか文章で書くのめんどくさかったら、もうこれを添付すれば、サプリメントファイルとして添付しちゃえばいいと。まあ、もしくはこのフォルダー自体を固めて添付しちゃえばいいということになります。で、同じフォルダに戻ってやりまして、リザルツっていうフォルダがあるんですけど、このリザルツのフォルダの中に、結果が記録されています。
で、今日のところは BIC を使います。で、それぞれの、情報量基準を使って計算し、モデル選択した結果がいろいろ書いてあるんですけど、その中で BIC4 っていうのを選びます。ホールっていうのは、連結した配列のことをホールシーケンスと呼んでるので、16S と、COX2 の塩基配列を連結した場合は、のモデル選択結果がこれです。で、compare-mix.txt っていうのを選びます。これは、なんだっけ。非区分と、等速モデルと分離モデルをこれ比較した結果がこの compare-mix.txt の中に入ってます。で、開いてやると、セパレート、コドンセパレートモデルが、選ばれてます。これは要するに 16S と、COX2 か。COX2 領域の間で、分離。で、かつ、COX2 領域の中のコドンポジション間でも分離のモデルが一番 BIC の値が小さいですよというふうに、なってます。この BIC の値がここに実際に値が書いてあるんですけど、これの値でソーティングしてあるので、それが小さい順になってます。で、一番上が一番小さいので、これが選択されているということになります。で、ここは、BIC の値っていうのは、BIC って、サンプルサイズがパラメータとして必要なんですけど、サンプルサイズって、系統樹推定の場合何やなのか、実は結構曖昧な部分があるんですね。で、大抵の場合はアライメントの長さを使うんですね。なので、まあ、ここでは一応アライメントの長さをサンプルサイズとした場合の BIC の値を、ここに出しています。で、この BIC4 っていうのが、そのサンプル、アライメントレングスをサンプルサイズとした場合の BIC です。で、BIC4 っていうものがあるわけじゃなくて、まあ、このソフトの中で便宜的にこれを BIC4 と呼んでるだけです。で、まあ、セパレートモデルがいいんですね。かつ、コドン位置間でもセパレートにした方が、分離モデルにした方がいいんですねっていうことが分かりました。で、それぞれの中でどのモデルが最適かっていうのも、本当は選ばれるんですけど、実は LAC-ML っていうのは GTR プラスガンマモデルっていうものしか、当てはめられないので、ここではもう強制的にそれになります。で、パーティションの中でのモデルの選択っていうのはあまり意味がなくて、パーティション間でのモデル選択の方を優先しているっていうことになりますね。で、上のフォルダーに戻ってやりまして、CHISQ、まあ、これ、カイスクエア検定の結果がここに入ってます。で、この中で、これ、何やったっけな。CHISQ アンダーバー 16S.txt っていうのがあるので、これを開いてやってください。でそうすると、16S の配列における、塩基頻度の組成が均一かどうかっていう検定の結果が書いてあります。で、p バリューは 1.0000、あ、じゃあ、均一や棄却されてませんねっていうふうにわかると。で、それを確認してください。で、同じように、他のファイルも確認します。で、ここの、さっき選ばれたモデルが、セパレート、コドンセパレートモデルだったので、この上から2番目の COX2_p.txt だと、この上から2番目のやつは、何やったっけ、COX2 の、コドンポジション間は分離するんだから、分離してない状態での検定結果はどうでもいいんですね。で、分離した状態でそれぞれの、ファーストコドンポジション、セカンドコドンポジション、サードコドンポジションの、検定結果が重要で、まあ、この3つのファイルの中身を、チェックします。一番下は、連結したファイルの非区分の時には見ないといけないんですけど、非区分のモデルは選ばれてないから、一番下の、連結配列の、検定結果はどうでもいいということですね。というわけで、今日のところは 4個のやつで、それぞれ、塩基頻度の均一性が棄却されてないことを確認します。ちなみに、サードコドンポジションはすごい変異が早いので、変異が早くて、不均一なことが多いんで、それで、なんか、P の値はだいぶ小さい値になってますけど、まあ、一応、棄却はされてないはずです。実際、これの、中身見てみると、そんなにすごい狂ってるわけではなくて、サードコドンポジションやと、確か ACG かなんかがすごい少なくて、
あんまり P の値が信用できないんで、一応多分テキストファイルの最後の方に末尾に出てると思いますけど、P の値あんまり信用できませんよって書いてあると思うんですね。なので、まあそういう場合はあんまり気にしなくてよくて、むしろ、なんか、もう見るからに明らかに延期頻度が、OTU 間で狂ってるって、大体見ればわかるので、一応これで、規約されてたら十中八九ダメだと思ってください。で、規約されてないからといって安全かどうかはちょっと微妙ですけど、規約されてたら、まあ、大体もうパッと見で、ダメなのはわかります。で、そういう場合は、パーティションの切り方を変えるか、例えばサードコードポジションだけ捨てるとか、そういうことをしてください。あとは、最後の方で話しますけど、サードコードポジションの、形質状態を減らすっていうのがあります。ACGT を2文字に減らして R と Y にまとめるんですね。で、A と G を1つにまとめて R にして、C と T をまとめて Y にするというふうに、2つの形質状態にまとめちゃうと、大体、延期頻度が狂ってるのって GC 顔料が狂ってるとかなんで、GC を半分に分けて、で、他の AC、AT のどっちかとくっつけるっていうのを操作してやると、均一になるんですよね。それで、均一になったら、まあ、一応使うことはできると。もしくは、捨てると。まあ、どっちかにするという感じになります。では、続いてきまして、最優系統序推定の話を、続けていきます。最優系統序推定と系統序の信頼性評価ということで、続きを話していきますけれども、まず、最優法って何やっていう話から一応しておきます。で、最優法は最大誘導法の略です。で、まあ、ここでコイント数を考えますけど、1円玉をコイント数したと思います。まあ、した、思ってください。で、1枚、裏が出ていて、後でも表だと。で、コイント数で裏が出る確率が、X やったとします。で、X はいくつなのかっていうのを推定し、データから推定したいとするじゃないですか。で、X が、裏が出る確率が 0.1 ですっていうモデルを考えると。で、10回のコイント数で裏1回、表9回が出る確率は、裏が出る確率が 0.1 であるというモデルを当てはめたら、10分の1のかける10分の9の9乗。なので 0.0387420 なんてらっていう値になります。で、裏が出る確率は 0.5 であるという非常に常識的なモデルを考えるとします。そうすると、2分の1の10乗なので 0.00097965625 なんてらっていう値になります。で、この値が、誘導です。これが誘導。つまり、誘導っていうのはあるモデルを仮定したときにデータ、今手元にあるデータが実現する確率です。で、これが誘導っていうんですけど、で、これはデータとモデルとの当てはまりの良さを表しています。だから値が、この誘導の値が大きい方がデータに対してそのモデルが当てはまってるっていうわけですね。だからさっきの例で言うと、裏が出る確率は 0.1 であるっていうモデルの方が当てはまりいいんですね。まあそれはデータ見たらわかりますよね。で、ただ、パラメータの数が違うので、まあそこは、AIC でやったらちょっと変わるかもしれないですけど、とにかく誘導はそういうふうに計算できると。で、誘導が最大になるようにパラメータの値を決めることができるので、それを最優法と、最大誘導法というふうに呼んでます。で、系統序推定の場合、樹形っていうパラメータがあります。で、それの比較の間では分子進化モデル自体は固定されています。で、分子進化モデルといっても、そのモデルの形が固定されているだけで、中のパラメータの値自体は、樹形ごとにパラメータの値を推定する場合の方が多いです。まあ別に固定している場合もありますけど。できなくはないですけど、まあ固定できなくはないですけど、普通は樹形、それぞれの樹形ごとにパラメータの値を推定しています。で、パラメータの数が全樹形で等しいから、樹形っていうパラメータは数値じゃないので、本当は実はこれ、推定じゃなくてモデル選択になってるんですね。で、系統序推定っていうのは実は推定じゃなくてモデル選択だってことなんですけど、でもパラメータの数は全樹形で全て等しいんだから、結局、誘導が最大の樹形っていうのは AIC も最初になってるはずで、まあだから、誘導でモデル選択をしているということになります。だから、誘導が最大になる系統序を採用する。
ようにして、まあ、ただ先ほどもから何回も言っているように、実は統計学的には推定とモデル選択には違うんですけど、最有系統除推定は実はだから統計学的には推定じゃなくてモデル選択になっているということです。で、そこで問題が出てくるんですけど、有度最大の樹形っていうのはどうやって決めましょうか。で、樹形っていっぱいあるわけですね。では、総当たりするっていうのはすごい無理があると。めっちゃ大変、計算が。で、考えられたのは局所探索っていう方法です。で、局所探索っていうのは何かっていうと、この画面全面が樹形空間だと思ってください。で、1個初期樹形を適当に決めましたと。なんか無作為でも何でもいいんですけど、樹形を決めたと。で、それをちょっとだけ改変して、有度を評価してやって、その中から一番いいやつを探します。で、一番いいやつ見つかりましたと。こっちの方が、これが一番有度がいいと。今、探索している範囲では。で、それの周囲をさらに探索します。で、またそれの周囲をさらに探索していくっていうのを繰り返していきまして、そうすると仮の最有系統値をどんどん更新していきます。で、それ以上有度が高いものが見つからないっていうところまで行ったら、そこで終わりと。いうようなことをやる。これが局所探索です。これすごい不安なんですね。ごく一部しか見てないから。なので、気休めとして局所探索を繰り返すっていうことをやります。で、具体的にはこうやると。初期樹形をいくつも用意すると。で、それぞれの局所探索をいくつもやる。だから、たくさんの初期樹形から局所探索を何回もやる。というのを繰り返して、やっていけば、まあ、そんなすごい悪いことにはならんやろ、という、そういう感じの考え方ですね。で、局所探索するときには、初期樹形っていうのをたくさん作らないといけないと。で、無作為にランダムに作るっていう方法もあるんですけど、ランダムに作ると、もう、全然話にならない、全然ダメな樹形を考えることになってしまって、そういうのは、無駄なんですよね。なので、無作為配列負荷法っていうのを使うことにします。で、それが使う、どういうアルゴリズムかっていうと、まず、無作為に3個、OTU を選びます。今、例えば100個 OTU があったときに、その中から無作為に3個選ぶと。で、抜き取って、3個しか OTU がなかったら、樹形ってのは1個しかない。で、樹形が1つ決まると。で、無作為にさらに残りの97個の中から1個 OTU を選んで、最適な場所につけます。で、枝をつけるときだけ最適な場所を考えるわけですね。で、さらに 1OTU 足すっていうのを何回も繰り返していって、最終的に、全 OTU が入っている系統樹を得るっていうのが無作為配列負荷法です。これをやると何がいいかっていうと、そこそこいい系統樹に、が、しかもかつ、無作為にやってるので、ちょっとばらけるんですね。で、少しずつ違う多数の樹形が、しかもそこそこいいやつがたくさん得られると。なので、初期樹形として使うのにすごい適していると。で、こういうふうにして作った初期樹形から局所探索を繰り返すというのを何回もやります。で、次に考えることが、その系統樹ってどれぐらい信用できますかっていうことを、我々は評価しないといけない。で、まあ、これがブートストラップ法っていうのでやるんですけど、まず、考えないといけないのは、こういう系統樹形があったときに、樹形から系統仮説を分けることができる。例えば、この樹形の場合、赤の内分子っていうか、インターナルブランチ、もしくはインテリアブランチ、呼び方なんでもいいんですけど、枝があると。それともう一つ、青の枝があると。このインテリアブランチっていうのは何かっていうと、この OTU に直結してない枝ですね。で、この OTU の直結している枝っていうのは全部黒で表していて、OTU に直結してない枝は赤と青です。で、これがインテリアブランチ、またはインターナルブランチ、もしくは内分子というんですけど、これは要するに、OTU を2つのグループに分ける枝です。で、それぞれのグループには2個以上を含んでいる枝です。で、この赤の枝と青の枝の2つの分け方に分けることができます。この樹形っていうのはこの下の2つの分け方をそれぞれ含んでいる、合成したものが上の樹形なわけですね。なので、こういう系統樹、上の系統樹は多数の系統仮説の集合体として表されているということになります。なので、系統樹がどれぐらい信頼できるかっていうのは、つまり、それぞれの系統仮説がどれぐらい信頼できるのかっていうのを評価することで、それを合計するような感じで表すことができます。
で、そこで使われているのがブーツストラップ解析で、まあ、ブーツストラップ解析ってもうすでに何回も話出てきたと思いますけど、こういう塩基配列があったときに、まあ、こんな感じで、無作為にこの縦一列を選んで、足していくっていうのをしてやれます。重複を許してやっていく。で、同じサイズになるまでやる。という感じで、やります。で、データからデータを作っているので、これをリサンプリングと呼んでます。で、リサンプルっていうのは、つまり、リサンプルしてやって、それをさらに左右系統樹推定する。っていう、リサンプルデータの左右系統樹推定を何回も何回も何回もやると。そうする、ひたすら反復してやると、いくつも、こういう結果が出てくると。この場合、OT が4個の場合なんですけど、左の2つと上の、この右上のやつっていうのは同じ、内分子を持ってます。で、それと対立する内分子がここに右下に1回出ていて、まあ、それぞれ 75% と 25% ですね、というふうなことがわかると。まあ、実際には、100回以上、だいたい1000回ぐらい。ブートスラップ解析を繰り返すので、まあ、左上が750回と右下が250回出てくるというような感じで、信頼度がわかる。で、まあ、この出現頻度を信頼性の指標にするのがブートスラップ解析です。で、この値、パーセンテージの値を25とか75っていうのをブートスラップ値と呼んでます。で、最近なんか、何年前だったか、まあ、1年か2年ぐらい前だと思いますけど、トランスファーブーツストラップエクスペクテーションという新しい指標が提案されてるんですけど、まあ、それは、出現するかしないかの二択じゃなくて、樹形の距離もさらに考えるっていうやつなになってるだけで、まあ、基本的にはこれと考え方は一緒です。で、まあ、この後の、ここで使ってるラックスMLっていうソフトが、そのトランスファーブーツストラップにまだ対応してないので、っていうか、新しい LuxML NG っていう Next Generation の略なんですけど、そっちは対応してるんですけど、旧バージョンの LuxML が対応してないので、今日は使いません。で、ここから、左右系統樹推定と、ブートスラップ解析の、実習に入っていきたいと思います。あ、で、ここまででなんか質問、コメントとかございましたらっていうわけです。ないですかね。では、講義の続きに入っていきます。まあ、演習ですね。では、LuxML によって、左右系統樹推定をしていただいて、さらに系統樹推定した結果を、なんだっけ、フィグツリーで見るというようなことをやっていきたいと思います。先ほどモデル選択した、結果のホルダーの中に LuxML っていうホルダーがあるので、まあ、それを開いてください。で、LuxML ホルダーの中に、すごいファイルがいっぱいあるんですけども、ホール、アンダーバー、BIC4、アンダーバー、セパレート、アンダーバー、コドンセパレート、アンダーバー、ショットガンサーチ .bat っていうファイルがあるんですね。で、この、最初の、アンダーバーより前の部分が、遺伝子座を表していると。で、ホールの場合は連結したデータでの解析を表しています。で、二つ目のアンダーバーの前の部分が、使用されている、モデル選択に使用した、情報量基準を表していると。BIC4 ってことは、さっき、なんだっけ、アライメントレングスをサンプルサイズとした BIC であることを表しています。で、セパレートっていうのが、遺伝子座間、つまり 16S と COX2 の間では分離モデルですよ、ということを表しています。で、コドンセパレートっていうのは、COX2 の中の、コドン1間でも、分離モデルを当てはめてますよ、ということを表しています。で、ショットガンサーチっていうのは、要するに、初期樹形をたくさん用意して、そこからの局所探索を何回もやるっていうのがショットガンサーチです。で、初期樹形1個しか使ってないのがシングルサーチですね。で、あともう一つ、ブートストラップっていうのがありますけど、ブートストラップは、ブートストラップ解析をするやつですね。で、まあ、これ、そのままもうダブルクリックするだけです。まあ、今まで旧バージョンだとなんか編集しないといけなかったんですけど、今のバージョンだと、モデル選択した時のオプションをそのまま継承しているので、まあ、ダブルクリックして実行するだけです。で、実行時の設定内容と進捗状況は画面上に表示されるんですけど、計算が終わったら閉じちゃうんで、すぐ終わります。で、もう一つ、ブートスラップ解析の実行なんですけど、ブートスラップ解析はさっき言ったファイルの一つ上にあるファイルを、実行、ダブルクリックして実行するだけです。これで実行されるので、計算が
こうなります。で、ここでは、100回、ブートストラップ解析してるんですけど、1000にしたいときは、この呼び出しのところの、-large n100 って書いてあるのを、テキストエディターで編集してやって、1000とか、もっと大きな値とかに変えてやれば、いくらでも、レプリケート数は変えられます。で、ブートストラップ解析の途中で、こういうウォーニングが時々出ます。まあ、これはあまり気にしなくていいってことなんですけど、これどういう警告かというと、プラスガンマモデルっていうのを、要するにガンマ分布を使ってサイト間の不均性を考慮するモデルを当てはめているのに、アルファの値が10より大きいと。アルファの値が10より大きいっていうのはもうほとんどガンマ分布モデルを当てはめる意味がないぐらい、変異速度が均一ですよっていう意味なんですね。そのために傾向が出てるんですけど、このリサンプルデータの場合、COX2P2 パーティションって要するにコドン、COX2 のコドン1、第2コドンポジションの配列なんですけど、そこの部分は、セカンドコドンポジションってめちゃくちゃ変異が少ないんですね。変異が少ないんだから、ほぼ、変異速度、どのサイトを見てもほぼゼロに近いような速度なんですね。まあだからそりゃ、均一に近いに決まってるわけですよね。まあなので、それのせいでこういうことが起きるわけですね。で、まあ、実際のところ、ラックセミルってこのガンマ分布モデルを無効化することもできないので、あんま意味ないんですけど、ここではこの警告は要するに気にしなくていいということです。ただ、ここでブートストラップ解析の途中で出てくるときは、あんまり気にしなくていいんですけど、ブートストラップ解析じゃなくて、さっき出てきたショットガンサーシの途中でこれが出てくるんやったらちょっとまずいかもしれないです。まあ、その場合は、ガンマ分布モデルを無効化した方がいい場合もあります。ただ、ラックスミルの場合はその無効化自体ができないので、この結果はほぼ意味ないんですね。で、エクスプローラーに戻っていただく。結果のファイルがこう出ています。そのファイルがすごい大量にある場合、右側のスクロールバーでスクロールしていただくか、もしくはキーボードで、R とか押していただくと、この R から始まるファイルが、一番上になるように、吹っ飛ぶので、そういうキーボードとかを使って、移動してください。で、最有系統樹のファイルはここにあるように、ラックスML から始まって、ラックスML アンダーバーベストツリードットなんちゃらっていうファイルができています。これが最有系統樹のファイルです。で、さらにその後ろに、ドットパーティションドット0123っていうファイルが4つあります。これは分離モデルを当てはめたときに枝の長さは違うので、それぞれ異なる枝の長さを記録したファイルです。まあ、だからこの4つは別にどうでもいいんですね。今回のところは最初には特に気にする必要はないです。で、ここにある LuxML アンダーバー bootstrap.nantoka っていうファイルが、bootstrap 解析の各反復における最有系統樹を記録したファイルです。だから、今回100回 bootstrap 解析しているので、この中には100個の系統樹が入っています。それから、ラックスエメルアンダーバーインフォドットなんとか。っていうファイルが、実行したときに、画面にずらずらずらっと出てきて、すぐに閉じちゃったウィンドウの、そのメッセージの内容ですね。それが、ここにあるので、まあ、なんかどういう内容が表示されてたかっていうのを、気になる人はこれを見れば、その時の画面に出てた内容がわかるというわけです。で、左の領域で LuxML っていうフォルダーを右クリックしていただいて、コマンドプロンプトで開くっていうのをやっていただくと。そうすると、コマンドプロンプトが開くので、そこで、こういうコマンドを実行してください。で、ここで pgsumtree っていう、これも僕が作ってるコマンドですけど、このコマンドを使って、ベストツリーに対してブートストラップ値をつけるっていう操作をしています。で、モードイコール map っていうのが、ブートストラップ値を、そのツリーファイルに、付けますよっていうオプションになります。
で、入力ファイルとして、ブートストラップのファイルを与えます。出力ファイルが、best3nwk ってしますけど、まあ、名前は何でもいいんですけど、こういう名前を指定してやると、ここで指定した名前のファイルに、ブートストラップ値がついている、系統樹が保存されます。で、ここの略って書いてあるところは、ここまで入力してタブキーを押してやれば、この先、ファイル名が勝手に保管されるので、全部入力する必要はないです。コマンドプロンプトの機能で、そういうふうに、ファイル名を入力するのが、楽になる機能があるので、皆さん使ってください。で、こういうファイルができるので、このファイルを、Fig Tree のアイコンへドラッグ&ドロップしていただければ、Fig Tree っていうソフトで開きます。で、最初に開くときに、ブートストラップ値、最初になんか質問が出るんですけど、とりあえず OK って言っておきます。まあ、ここはラベルっていうのが標準で入力されてるんですけど、ラベルの代わりに、なんかブートストラップとかでもいいんですけど、なんか入力して、OK を押します。で、実はこの Fig Tree っていうソフト、なんか標準ではこのなんか文字がやたら小さいんですよね。なんか異様に小さい文字がデフォルト設定になってるんで、これなんか、なんでこんなデフォルト設定なのか意味わからないんですけど、ちょっと文字を大きくするために、この設定を変えます。で、エディットの中に、プリファレンスっていうのがありますんで、プリファレンスで、フォントを選んでください。で、フォントのところで、ティップラベルとノードラベルとブランチラベルと、スケールバー、アクシスラベルっていうのがそれぞれ、フォントとフォントサイズを変えられるんで指定してください。で、フォントは、アライアルとかセゴエ UI とかなんか、そういうフォントを選んでください。で、フォントサイズは、ま、16とかから、もう僕の場合28とかすごいでかい値にしたんですけど、なんか、見やすいサイズにしてください。まあ、20とかそれぐらいがいいと思います。で、ダンって押すと。で、実はすぐには、これ、ラベルの文字のサイズ、適用されないんですね。一回閉じて、もう一回開き直してください。そうすると、こういう画面になります。で、Fig Tree では、普通に系統樹を開くとこんな感じになってて、ドロゴフィア、シュードオブスキュラとか、モーリティアナとか、なんか、完全には皆さんの、パソコンと同じではないかもしれないですけど、大体同じになっていると思います。ドロソフィラ12種の系統樹がこういうふうに表示されると。で、左のところの、ノードラベルズの左にあるこの三角形のところをクリックします。そうすると、中に、その下の項目が展開されるんですけど、それからノードラベルにもチェックを入れてやる。それから、ディスプレイのメニューの中から、プリザーメニューの中から、さっきラベルっていう名前を付けたやつを選びます。最初になんか、Fig Tree を起動するときに、ラベル以外の名前を付けた場合は、ここの文字列が変わります。で、ラベルっていうのを選ぶと、ここのに支持率が表示されます。99、100、100、93、93、100、94、22とか、そんな感じですね。で、あと、例えば、ここの枝をクリックして選んだ状態で、左上のリルートっていうボタンを押したとします。そうすると、こんな感じで、ルートの位置を変わった状態で、表示することができます。これは樹形は変わってるわけじゃなくて、ルートの場所が変わってるだけですね。で、あと、左のツリーのところの三角クリックしていただいて、その下に、何やったっけ、これ。オーダーかな？ん？オーダーノーズか。オーダーノーズのところをチェックしていただいて、それから、オーダリングをインクリーシングかディクリーシングとかを選ぶと。そうすると、こんな感じの樹形になると。これは何をやってるかというと、下の方の、ここの OTU ほど派生的になるように、この枝を回転してるだけですね。枝のここの接続点、ノードの部分をひっくり返して、下に行くほど派生的になるように、配置してます。それだけです。で、インクリーシングオーダーにした、今これディクリーシングオーダーになってますけど、インクリーシングオーダーにした場合は、これの上下の動きがひっくり返った感じになります。
上に行くほど派生的なあの OTU が来るように配置されます。で、論文にするときは、あの、使うときは、この、ファイルメニューの中から、エクスポート PDF とか、で、PDF とかに保存してあって、それをイラストレーターとか、その辺のドローイングソフトで読み込んであれば、系統樹の図として使えるようになります。休憩終わりまして、続き、系統樹、系統仮説の可視化と、系統仮説間の統計的比較というタイトルでお話を続けていきます。ですね、系統樹は、先ほど説明しましたように、複数の系統仮説を含んでいます。ここで、赤で示した枝と青で示した枝が、系統仮説です。この赤と青の2つの枝っていうのは、OTU のグループを2個以上の2つ以上の2つのグループに分ける枝です。で、左の枝が、この赤の枝で、右の、この二つのグループ分けが、この枝を表していると。で、逆に言えば、この赤と青の、二つの系統仮説を合成したのが、この上の系統樹になるということですね。系統樹は多数の系統仮説の集合体として表されていると。で、ここでさっきの赤と青が出てくるんですけど、この二つには同時に成り立つわけですね。合成できるから。で、だから互換性があるというわけなんですけど、下の二つ、オレンジと緑の場合は、この二つは互いには互換性があります。で、この赤とオレンジは非互換です。で、青と緑も非互換です。で、オレンジと青っていうのは実は互換性があります。で、4、5が一つにまとまるっていうのと、3、1が一つにまとまるっていうやつですね。まあ、それは同時に成り立つわけですね。これは互換性がある。で、赤と緑は、非互換です。同時には成り立たないです。合成不可能です。で、これらの系統仮説を比較するときに、非互換な系統仮説を比較しないと意味ないです。っていうか、互換性がある非系統仮説だと両方一遍に成り立つから、比較しようがないです。で、この系統仮説を比較するときに、RELL 法って、何やったっけな、リサンプリングオブエスティメイテッドログライクフィード法っていう方法を、東大の岸野さん、あれもう東大、もしかしたらもう定年になった、なられたかもしれないですけど、岸野博久さんが開発された方法があります。それは何かというと、実は系統樹を計算するときっていうのは、系統樹の誘導を計算するときですね、この縦一列それぞれごとに対数誘導っていうのを計算されてます。だからそれぞれの対数誘導っていうのはこういうふうにあるんですね。存在すると。で、この対数誘導を算出して、対数誘導の和を取れば、全体の、このアライメントデータ全域での、その系統樹の対数誘導にっていうものが計算できると。で、この対数誘導そのものをリサンプリングしちゃえばいいと。元のこの縦1カラムをリサンプリングするような、する必要はないと。誘導の分散を推定したいときですね。で、各サイトの誘導をリサンプリングしてやることで誘導の分散を推定してやろうっていうのが先に出てきた、リル法の、計算内容です。で、データをリサンプルして誘導最大化してっていうのを繰り返して誘導の分散を推定するよりもはるかに楽、めちゃくちゃ簡単、すごい早いっていう方法になってます。で、この方法を用意した検定が開発されていて、まあそれはさっきのリル法の開発者の岸野さんが開発された岸野長谷川検定ですね。ね、何年前やったかな、まあ、1980何年かだと思うんですけど、だいぶ古い論文として出てます。で、この時は実はリル法を使ってなかったんですけど、この後でリル法になんか岸野さんが気づいたみたいで、新しく開発されてます。で、二つの樹形の対数誘導比のばらつきを流法によって推定して、その値が0より優位に大きいんであれば、帰無仮説、つまり誘導が等しいを規約することができる。そういう検定です。で、その10年後ぐらいかな。まあ、それ、99年ぐらいだと思うんですけど、下平さん、今、京大かな今、京大のどっかにおられる下平さんが、下平長谷川検定っていうのを開発されました。何かというと、3つ以上の樹形を比較するときに、
岸の長谷川検定をいくつも繰り返したら、どれかが間違うっていうことがあり得るので、3つ以上比較するときにファミリーガイズエラーレートを統制してやって、第一種の過誤、つまり誤って優位差がある、帰無仮説を棄却するっていう過誤を抑制するっていうふうな方法を開発されました。これは99年ぐらいです。で、その代わり、この時は第二種の過誤の危険はむしろ増大しました。第二種の過誤っていうのは、本当は、帰無仮説を棄却できるのに棄却できない。くなってしまうことが、そういうのが第二種の過誤ですね。それの危険が増大してました。で、それをさらに、改善して、近似的に不変な検定、まあ、日本語にすると変なんですけど、アプロキシメイトリアンバイアステスト、略して AU 検定っていうんですけど、AU 検定を開発されました。まあ、これも下平さんが開発された方法ですね。これはマルチスケールブートストラップ法っていうものを使うことで、第一種の過誤と第二種の過誤両方とも抑制するっていう方法ですね。マルチスケールブートストラップ法に関しては、下平さんの論文を読んでください。で、この方法を使って、仮説を検定して、確かめるっていうことをやっていくんですけど、でどういうケースでやるかっていうと、最有系統樹の中で特に重要な系統仮説が、それは本当に正しいんですかっていうのを検証するために行います。で先ほど、ブートストラップ値22っていうのは、怪しいけど、じゃあいくつ以上やったらいいんやっていう話があったんですけど、90だろうが110だろうが、どっちにしろ、この、AU 検定とかをした方がいいです。まあ、してない論文の方がかなり多いんですけど、厳密な議論をするんであれば、本当にそれが、対立仮説を棄却することができるかっていうのを、ブートストラップ値だけで議論するんじゃなくて、ここで挙げるような AU 検定とかを使って、対立仮説を棄却できるということを示した方がいいです。で特に重要な系統仮説だと、例えば、すごい大系統を調べたときに、動物の大系統を調べたときに、脊椎動物が単系統になるか、ならないかとか、そういう感じですね。まあ、そういうのを、検定で調べる。あとは、まあ、似たような話ですけど、ホヤと、ナメクジウオと、それ以外の無脊椎動物、どれが、脊椎動物の姉妹群なのかとか、脊椎動物に一番近いのかとか、そういうのを、検定したい。そういうときに使います。で、基地の対立する系統仮説を比較するような場合にも使えます。まあ、自分の手元のデータで、過去の論文が、これがいいんやって言ってる、系統仮説を、検証するような場合にも使えます。で、手順としては、まず非互換な系統仮説を2つ以上用意します。で、非互換な系統仮説を2つ以上用意して、どういうことかというと、まず、最有系統樹の中で、特に重要な系統仮説を検証する場合は、最有系統樹の中の系統仮説と、その対立する系統仮説一つ以上を、そのブートストラップ解析の中に出現してきているはずなので、それの中から抽出してやれば、いいと。で、もう一つの場合は、基地の対立する系統仮説を比較する場合ですけど、まあ、既存の系統仮説を系統樹にしたファイルを用意します。こんな感じですね。OTU1、2、3、4、5とあって、4と5が単系統であるっていう系統仮説が、こういうふうに表せます。で、カッコと、カッコが一塊で、その外が一番最後に、セミコロンを入れると。で、これ、ニューイックフォーマットっていう系統樹の書き方のフォーマットなんですけど、皆さんがすでに解析されたフォルダの中にある、系統樹のファイルを、桜エディターとかで開くと、こんな感じのことが書いてあります。で、まあ、これは枝の長さの情報がないんで、皆さんの、ファイルを開くと枝の長さの情報があったり、ブートストラップ値の情報があったりするんで、ちょっと内容が違いますけど、基本的にはこういうフォーマットになってます。で、これのフォーマットの通りに、書いて、自分で用意すればいいということですね。で、さらに、その、非互換な系統仮説2つ以上用意できたら、次に各系統仮説を満たす系統樹の中で最有度が最大の系統樹を用意します。それはどうやってやるかというと、
その系統仮説を制約として課した左右系統樹推定っていうのはできるんですね。で、落成メールにはそういう機能があるので、樹形制約付きの左右系統樹推定をしてやって、その制約の中で最優な系統樹を探す。その結果を使えばいい。で、その各最優系統樹の、まあ、各最優系統樹って変な言葉なんですけど、制約付きの、それぞれの制約の中での最優系統樹の各サイトの誘導っていうのを計算しています。して保存します。で、その、誘導をリサンプリングして検定するっていうことができます。で、ここの誘導の計算まではラックス ML を使って、この最後のリサンプルして検定するっていうところを下平さんが作られているコンセルっていうソフトで、行います。で、ここから実習に入っていきます。で、ここからちょっと小操作が結構ややこしい、ところが結構あります。あと、ファイル名がすんごい長くて、画面内に表示しきれないとか、ね、そういうこともありますけれども、なんだっけ。まあ、皆さんの画面結構横長なんで、なんとか見えると思います。で、見えない場合は、なんか、上の方の、バーを動かして、ファイル名のフルに表示させるとか、あと、コマンドプロンプト上でタブキーを使ってなんとか保管するとか、してください。で、ここから演習に入っていきます。で、今回の演習の内容は、まず、系統仮説、最優系統樹の中で、の系統仮説に、非互換で、かつ、ブートストラップ解析で、出現頻度が高い仮説を探してやって、で、系統仮説を満たす系統樹の中で、誘導最大の系統樹を、制約付き系統樹推定によって、用意します。でまず、支持率が高い方なんですけど、支持率が高い方は、系統仮説を満たす系統樹の中で、誘導最大のものを用意するために、普通に、樹形制約付き最優系統樹推定を行います。さらに、支持率が低い方の系統仮説を満たす系統樹の中で誘導最大のものを樹形制約付き最優系統樹推定でまた、用意します。それから、それぞれのサイトの誘導を計算してやって、コンセルで KH 検定、SH 検定、AU 検定を実行します。まあ、これは勝手に全部やってくれます。で、LuxML っていうフォルダを右クリックしていただいて、コマンドプロンプトを開くと。まあ、すでに開いてるならいいんですけど、PGSUM ツリーをもう一回使うんですけど、今度はモードイコールオールを使います。で、入力ファイルは LuxML アンダーバーブートストラップドットなんちゃですね。LuxML アンダーバーオールハイポセシスドット NWK を一応出力ファイル名として指定します。で、このファイルをヒグツリーアイコンにドラッグアンドドロップして、最初になんか、名前、ブートストラップ値とかっぽいもの、数値があるけど、それ名前何にしますかって聞かれるんで、まあ、ラベルのままでいいです。OK。で、左のノードラベルを開いてチェックして、プラダウンメニューからラベルを選ぶと。そうすると、100の、信頼度を持つやつ。まあ、信頼度が高いやつから表示されます。あと、重要なのは、系統仮説、さっきから言ってますけど、系統仮説も一種の系統樹として表すことができる。で、それが今ここに画面に出ているやつです。ドロソフィラセキュリアとドロソフィラシミュランスが単系統になるという系統仮説をこの図は表していると。それの出現確率が100回中100回であると。ブートストラップ値が100というふうに、この図は表しています。で、上の方のボタンの NEXT っていうのを押していくと、なんか、ここのカレントツリーが、多分18個系統樹があって、9番目ぐらいになんか59っていうのがあります。で、ここではこれと非互換な仮説を探します。で、実はこの59っていうやつ、最優系統樹の中には入ってません。で、最優系統樹の、中に入ってるやつは、支持率22のやつです。で、支持率22のやつとこの59を比較することになります。支持率22の方は、最優系統樹なのに、最優な樹形なのに、最優な系統仮説なのに、この59にはブートストラップ値は負けてるんですね。だから、ブートストラップ法で支持される樹形と、最優、誘導で支持される樹形が、このデータでは矛盾しているケースになります。まあ、たまにあります。そんなしょっちゅうはないですけど、時々こういうことはあります。まあ、信頼度が低いからですけどね。
信頼度が高いケースでそういうことはまあまずないです。で、この59の系統仮説は、何番目かっていうのを見ると9番目なんですね。で、9番目だからそれを覚えておきます。で、pd splice tree っていうコマンドを使って9番目の系統仮説を別のファイルに抽出します。で、一応確認するためにヒグツリーのアイコンでにドラッグ&ドロップして開いて、確認するとこんな感じになります。表示して内容を確認すると59っていうのと、あとカレントツリーは1分の1になってるっていうのを確認します。で、この系統仮説と非互換なものの中で最品質のものを探します。で、PG サムツリーをまた使うんですけど、今度はモードイコール MAJI ですね。これメジャーインコンパチブルの略なんですけど、メジャーインコンパチブルハイポセシスを探すモードにします。で、ツリーファイルがさっきのハイポセシスないんです。で、入力ファイル名はブートストラップの、中に100個系統樹が入ってるやつですね。で、出力ファイル名はまあなんか適当に名前を付けると。で、できるファイルをもう一回フィグツリーで開いてやると、実はこれ22なやつなんですけど、内容を確認するとこんな感じになっている。で、ドロソフィラインコンプタとドロソフィラリトラリスが単系統になるよっていう仮説が、さっきの 59% の仮説の対立仮説になっています。59% のやつに、インコンプタとメルカトラムとかいうやつが単系統になるっていうのが対立仮説ですね。で、またこのメジャーインコンパチブルハイポセシスっていうのが1個かどうかを一応ここで確認しておきます。たまに複数あることがあります。で、ショットガンサーチした時のこの、ホールアンダーバー BIC4 アンダーバーセパレートアンダーバーコドンセパレートアンダーバーショットガンサーチ .bat っていうファイルですね。これを、サクライターで開いてもう一回編集します。で、ちょっと書き換えるんですね。で、これ右端でワードラップしてるだけなんで、画面に収めるためにワードラップしてますけど、これ1行です。で、ショットガンサーチ、どうしようですね。ハイフン N、なんたらかんたら、ショットガンサーチで終わってるんですけど、そこの後ろに、アンダーバーハイポセシス9をつけると。スペースは入れません。で、こうすると出力ファイル名が変わります。ここの -n が、まあ、出力ファイルの名前に影響するので、これを書き換えます。で、それから、-g オプションをつけます。-small g スペース laxml アンダーバーハイポセシス 9.nwk ってやると、この系統樹ファイルの中に含まれている樹形制約、樹形を制約として貸して樹形探索するっていう処理になります。で、保存するんですけど、上書きするんじゃなくて、新しい名前を付けて保存します。で、ここで、アンダーバーハイポシス9を付けて、ファイル名変更して保存と。で、閉じる。で、新しくできたファイルをダブルクリックして実行します。そうするとこんな感じの画面が出て、すぐに計算が終わって、ウィンドウが自動的に閉じられます。で、これで1個目の、制約付き系統樹推定が終わりと。もう1回やるんですけど、まあ、とりあえずここまでで、なんか行き詰まってうまくいきませんという方がいらっしゃいましたら手を挙げてください。で、1個目の系統樹、制約付き系統樹推定が終わったらもう一個やらないといけないんで、2個目のやつ。まあ、もう一回同じファイルを開いて、書き換えて別の名前で保存するっていうのをやります。で、サクライターで開いて、アンダーバー MAJI アンダーバーハイポセシス9とかを書き足します。自分で書き足して、
さらに行末に、-g スペース、スペース -g スペース、ラックスエメールアンダーバー MAJI アンダーバーハイポシシス 9.nwk と、書き足します。で、名前を付けて保存して、名前は、まあ、適当に決めて、保存します。で、できたら、ウィンドウを閉じて、そのファイルをダブルクリックして実行すると。で、2個系統、左右系統値が制約付きの範囲内での左右系統値ファイルがこのようにできます。で、この2つのファイルをくっつけます。まあ、普通に、桜エディターで開いて、ただのテキストなので、桜エディターで開いてくっつけるだけでいいんですけど、まあ、そのくっつけるためのプログラムも一応あるので、それを使ってくっつけます。pg join tree なんちゃらですね。で、この略の部分は、まあ、ここまで入力してタブキーを押せば、ここから先入力されるんで、適当に選んでください。ちなみに、入力した範囲までのに該当するファイルが複数ある場合は、タブキーを1回押して、すると、1個目が出て、もう1回押すと2個目に切り替わります。で、2個しかない場合は3回目押すと、もう1回最初の1個目に戻ります。っていう風になるんで、タブキーを使うことで、ファイル名の入力を保管することが、2個以上ある場合もできます。で、このファイル名を入力するときにですね、ここの土地の部分とか、最後の方とか、ワイルドカード、アスタリスクとか、ハテナとかを使って入力することもできるんですけど、ワイルドカードを使ったときに、OS によってこの順序が変わったりすることがあるので、2つのファイルをいっぺんにワイルドカードに入力するときとかは、そういう順序に注意が必要なので気をつけてください。で、サイトごとの誘導を計算するときなんですけど、今度は、ホール BIC4 をアンダーバーセパレート、アンダーバーコドンセパレート、アンダーバーシングルサーチ .bat っていうのを、開いてください。で、これを開いて、-n の後ろの部分を書き換えます。これは削ってから足すような感じになるので、ちょっと今までのと違うんですけれども、この内容は別に変えさえすれば何でもいいんですけど、アンダーバー、カルク、パーサイト、LL と僕は書いてます。で、これ出力ファイルの名前が変わります。それから -f のところを、標準だとスモール d になってると思うんですけど、これ、まあデフォルトの略なんですけど、ここをラージ g に変えます。で、そうするとサイトごとの誘導が計算されるモードになります。で、これも保存する、あと、一番後ろですね。最後に、スペース、ハイフン、z、スペースで、さっき作った、系統樹のファイルを指定します。この中には系統樹が2個入ってて、それぞれ、ハイポシシス9と、メジャーインコンパチブルハイポシシスオブハイポシシス9の、2つの、左右系統樹が入っていると。で、そのファイルを指定してやって、で、新しい名前をつけて保存してやると。で、はい、ウィンドウを閉じて実行すると。で、すぐ終わる。で、そうすると、ラックスメールアンダーバーパーサイト LLs ドットなんたらっていうファイルができています。で、これがサイトごとの対数誘導のファイルになります。できてないときは、エラーになってると思うんで、ラックスメールアンダーバーインフォなんたらっていうファイルを開いてどういうエラーが出ているのかをチェックしてください。で、実はこのファイルそのままだとコンセルで使えないので、ファイルの名前を変えます。で、F2 キーを押してやって、ドットサイト LH っていう拡張子をつけます。そうすると、ファイルの中身をいじる必要はなくて、ファイル名だけの問題なんですけど、コンセルで使えるようになる。で、なんかちょっと脅迫みたいなメッセージが出るんですけど、把握調子を変更するとファイルが使えなくなる可能性があります。変更しますかって言って。なんかこれすごい脅迫チックで僕はすごい嫌いなんですけど、まあ基本的にははいですね。で、コンセルのコマンドを使って検定をしていくと、まあ結果が出るという感じになります。
で、コンセルのこの Make RMT とか、あと他のコマンドもそうなんですけど、入力ファイルを指定するときに、LuxMail:PerSiteLLs. なんちゃらっていうのを指定するんですけど、最後にさっき付けた SiteLH っていう、拡張子は入力しないようにしてください。タブキーで入力を保管した後、拡張子の部分だけ、削るような感じになります。まあ、なんかコンセルの側で、ファイルを入力、認識するときに、後から自分でサイト LH をつけて探すんですけど、サイト LH となんか最初から入力ファイル名についてるとまずいんですね。ちょっと融通が利かないんですけれども。で、コンセルのコマンドは最初に make_rmt で、マルチスケールブートストラップリサンプリングを行って、で、コンセルが実際にピーチを計算しているコマンドで、ただコンセルコマンドが作成するファイルっていうのは人間に読めないファイルなので、それをさらにキャット PV っていう、コマンドを使って画面に表示させるというような感じの、処理になります。で、キャット PV を使って画面に表示させると、まあ、こんな感じの値が出てきて、下のこの辺の AU の値と KHSH の値が出てくる。で、左のランクっていうのが誘導の順番で、1の方が誘導がいい方で、2番目が誘導が悪い方です。で、アイテムっていうのは2番目の仮説、入力した系統樹ファイルの、2番目の方という意味ですね。だから2番目の方が誘導はいいですっていうことですね。だから、ブートストラップ値で22でやった方です。22やった方が誘導はいいと。で、支持率は低いくせにこっちが誘導が良くて、で、2番目の方は支持率、誘導は低いくせに支持率は高かったやつですね。50いくつやった方の仮説ですね。で、そっちは誘導は悪いと。で、差が1.2かな。あって、AU 検定の P の値が、負けてる方が0.394と、0.05より大きいので、負けてる方は棄却できないと。まあ、だからこの仮説は、ダメとは言い切れない。どっちかがいいとは言い切れないということですね。まあ、片方は誘導では勝ってて、ブートストラップして負けてるって、もう片方は誘導で勝ってて、誘導で負けてて、ブートストラップして勝ってるというわけわからん状況なので、まあ、たまにこういうのがあるんですけど、まあ、こういう状況で、まあ、基本的にはそんなやつは検定なんてしなくていいですけどね。これは言い切れるわけないから、やる必要ないと。まあ、で、ただそれが自分が今から議論したいやつやったら、やらないといけない。まあ、でも、実際、棄却できないから議論できないわけですけど、まあ、こういうことがあれば、まあ、わかりませんという結論になると。で、これ同じような処理を、支持率が、まあ、100%のやつやと対立仮説をブートストラップの解析の中から探すことはできないので、まあ、それは置いとくとして、例えば90何パーのやつやったら、対立仮説がブートストラップ解析の中から探すことができると。で、探してやって検定したら、まあ、大体棄却されます。まあ、大概の場合ですけど、大体ブートストラップ値が80とかを超えてくると、AU 検定やるとほぼ棄却できると思います。ただ、まあ、絶対ではないですね。実際にやってみないとわからないです。80か90ぐらいやったら、まあ、大体は棄却できます。で、なんか、ブートストラップ値だけで議論をするとき、まあ、なんか、これは75を超えてるから、ええやろ、みたいな感じで言ったり、まあ、なんか、ひどい論文やと、ベイズ法でやった上で、事後確率が55で、ええやろっていう前提で議論を進めるとか、そういう、アホみたいな論文がたまにあるんですけど、そういうのは全然ダメで、まあ、なんか、怪しいなって、まあ、100%のやつやったら、まあ、ギリギリ許せるかなと思うんですけど、厳密な議論をしたい場合は、この AU 検定とかをやって、対立仮説を棄却した上で、議論をしてほしいということになりますね。ただ、すごいでかいデータになってくると、今日午前中、奥山さんが話されてたような巨大データを取得するようになってくると、非常に棄却しやすくなってくるんですね。で、過剰に棄却しやすくなるっていうような感じのところもあるので、その場合はなんか他の指標も見たりする必要が出てくる場合があります。まあ、それはその後でちょっと説明をします。
で、ブートストラップとかこの検定、ブートストラップベースの検定以外の指標も見る必要がある場合があるので、注意してください。特にマルチローカスデータの場合ですね。なんかエラーが出てうまくいかないっていう場合は、大概なんかファイル名が間違ってるとか、コマンドで打ってる内容が間違ってるとか、ファイルの内容が間違ってるとか、大体そういうのなんで、全部チェックすればわかります。で、あとエラーが出てる場合は、エラーの内容を見ればわかる。まあ、エラー、ちゃんと出ない場合がたまにあるんですけど、まあ、その場合はしょうがないんですけど、エラーのメッセージが出てる場合は、エラーのメッセージをよく見てください。私が、この一番前にある敵の PC でやった感じの結果ではこんな感じですね。でもなんかちょっと僕のスクリーンショットの結果と結構違いますね。なんか値が結構ブレてるんですけど、まあ一応結果としては同じなんですけど、数値自体が若干ブレてますね。0.5、0.404 と0.394 だとだいぶ違いますね。0.01 違う。まあまあ、一応誤差の範囲内ということで。で、ここの、ピーチの値が 0.05 を下回ってたら、0.05 を下回ってる仮説は、捨てていいと。だから、もう一方の方が支持されるので、そっちを採択して議論をしていいということになります。これまで、左右系統樹推定に必要な、まあ、データを作成する方法、それからモデル選択、左右系統樹推定、ブートストラップ解析、さらに、AU 検定というふうに話をしてきましたけれども、まあ、最後に一応、ベイズ法の話を少しだけしておきます。左右法と並んで、モデルベースの系統樹推定法としてよく使われているのが、このベイズ法で、ベイズ法っていうのは、マルコフ・レンサ・モンテカルロ法っていうのを使ってるんですけども、それの内容を少しだけ、触りだけ喋っておきます。で、ここで使われてるアルゴリズムは、マルコフ・レンサ・モンテカルロ法の中でも、メトロポリス・ヘイスティングス・アルゴリズムっていうものです。で、それどういうものかっていうと、最初に、パラメータを全部無作為に決めます。で、系統樹の、いろんなパラメータを全部無作為に決めちゃった後、ちょっとずつ改善していくんですね。その中から、一個だけパラメータを選んで、パラメータをちょびっとだけ変える。事前分布に基づいて、提案っていうのを行って、提案されたものをアクセプトするか、もしくはリジェクトするかを、誘導に基づいて決めると。で、誘導が良くなっていれば 100% 受理すると。で、誘導が悪くても、僅差であれば、あるほど高い確率で受理すると。いうふうに、悪くても受理することがあると。で、そういうふうにしてちょっとずつ改善していくんですけど、で、その、チェーンがずっと続いていくわけですけど、その中から、時々100世代に1回ぐらいの割合で、サンプルを取っていくというふうにします。で、そうすると、この中のサンプルというのは系統樹があるんです。系統樹と、あと分子変化モデルのパラメータですね。で、そこら辺がいっぱい、サンプルとして溜まっていきます。で、十分に、長いチェーンを続けてやって、そのサンプル自体の量も十分な量があれば、このサンプルの中から事後分布っていうのを作れる。で、それによって、系統樹を推定することができるというような感じのアルゴリズムになっています。で、ただ、この方法だと、局所的な最適化に捕まってしまって抜けられなくなることがあるんで、それを改善するために、さらにメトロポリスカップルのマルコフチェンモンテカルロ法っていうなんか、MC で略して MC3 っていう方法が開発されています。で、それどういうことかっていうと、さっきのチェーンを4つ同時に走らせるんですね。まあ、4つに限らずもっと増やしてもいいんですけど、まあ、とりあえず4つ同時に走らせます。で、この4つの中で、それぞれ、コールドチェーンっていうのと、ちょっとずつ温度が高いチェーンっていうのを作っていきます。で、温度が高いと何が違うかっていうと、提案がより過激になっていく。で、下のコールドチェーンは、より温当な提案、ちょっとした提案しかされないような感じになっています。で、温度の高い MCMC によって、すごい遠い樹形とか、すごい違うパラメータの値とかが提案されたり、
することがあるんですけど、たまにそれが受理されて、でその中の状態を時々交換するんですね、そのチェーンとチェーンの間で。でこの受理も、誘導が高ければ必ず受理されて、誘導が低くても一定の確率で、一定の確率というか、まあ、近ければ近いほど高い確率で受理されるというわけですね。で、無作為に選んだ MC-MC の組み合わせで状態交換が施行され、毎回。で、高温の方が誘導が高ければ 100% 受理。誘導が低くても誘導が近ければ近いほど誘導比に応じて受理されます。まあ、この青いやつが状態交換が成立した場合ですね。で、そのコールドチェーンの中からサンプルだけ、サンプリングされるのはこのコールドチェーンだけです。で、こっちのヒーテッドチェーンは、探索範囲を広げるためにやってるだけで、ここからはサンプリングはされません。というようなことをやって、局所最適化に捕まるのを、防いでいます。で、事前分布の場合、どういうものを事前分布として使うかっていうんですけど、まず、強弱事前分布っていうものを使うのが、この辺のものですね。トランジション・トランスバージョン比はベータ分布が使われて、塩基アミノ酸頻度組成はディリフレ分布が使われる。それから相対置換速度。まあ、この組成はさっき言ってたパラメータの中で π なんちゃらっていうやつですね。で相対置換速度比っていうのは、あれや、R。RXY とか RYX とか言ってたやつですね。が、この辺ですね。それが事前分布として、提案分布として、ディリクレ分布とかベータ分布が使われると。それから無情報事前分布を使うものは樹形ですね。まあこれは一応分布です。それからガンマシープパラメータも一応分布を使われて。それから普遍在率、まあここで今まで喋ってないですけど、インバリアントモデルっていうのがあるんですけど、それも一応分布か、あれもしかしたらベータ分布だったかもしれないですね。であと枝の長さですね。これがすごい重要なんですけど、これも指数分布を使ってるんですけど、まあディリクレ分布の方がいいんじゃないかって言って、最近ディリクレ分布が使われるようにもなってます。で、樹形の提案っていうのをどういうふうに改変してしているかっていうと、こういう樹形があったとすると、無作為に系統樹の中でノード1個この点を選ぶんですね。で、この点が1個選ばれたら、そのノードに接続している枝から無作為に、動かすんですね。こう動かす。こっちに動かすか、こっちに動かすか、こう動かすか、こう動かすか、まあ4通りあるわけですけど、この4通りの動かし方をしてやって、誘導を計算して、そうすると、まあこういう提案がなされると。で、この誘導を計算してやって、受理するか、棄却するかを決める。まあそんな感じで、提案がなされるという。で、ちょっとずつ誘導が変わっていって、最終的には収束上、定常状態に入ってサンプリングされたら、事後分布が推定できるようになると。まあ、そんな感じで、ベイズ推定っていうのが行われています。で、収束判定の方法。まあ、これがすごい難しいんですけど、まずデータとモデルと事前分布が同じやったら、事後分布も同じはずやろ、ということで、複数同時に、MCMCMC を走らせるわけですね。で、なんか MCMCMC の中でも、いくつも、MCMC が走ってるわけですけど、MCMCMC をさらに複数走らせるっていうことをやってます。で、そうすると収束していれば各樹形の出現頻度が複数の MCMCMC で一致するはずなんですね。なので、それの一致状態を見ればいいと。で、その、まあ、一致度っていうのは計算しづらいので、不一致度を計算するんですけど、不一致度を計算して指標が ASDSF っていうものが使われています。ちょっと名前を何の略やったか忘れない。アベレージスプリットフリー、なんとかやったと思うんですけど、ちょっと、何の略やったか忘れたんですけど、まあ、この値が 0.01 未満やったら、定常状態に入ったとみなすようになってます。で、あと、誘導の値を、このトレーサーっていうソフト、皆さんのパソコンのところにも入ってるんですけど、それで、計算してると、誘導の分布がこういうふうに見れると。で、これ横軸が、MCMC の世代がだんだん進んでった時ですね。縦軸が誘導の値です。で、二つ、青の線と、黒の線で、二つの、MCMCMC が走ってるんですね。で、この黒の線と青の線が、ここの世代で黒がこっちに、値が移りました。なので、ここで、まあ、二つの、MCMCMC の誘導の値が大体一致するようになったというわけで、ここで、まあ、定常状態に入ってるんやろうというふうに考えられると。まあ、なので、この図を見れば、大体どこら辺から定常状態に入ったんかなっていうのが分かるようになるわけですね。
で、あと、このサンプルした、チェーン、コールドチェーンからサンプリングしてきた値、サンプルの量が、十分かどうかっていうのを、考えないといけないです。で、ただ、MCMC からのこの間隔を分けたサンプリっていうのは、独立と仮定してるんですけど、実際には必ずしもそうではないんですね。パラメータがものすごいいっぱいあるので、例えばパラメータが1000個あったら、ここの間隔が100世代しかもしなかったら、無作為に毎回1個しか値を変えてないので、最大でもその1000個のパラメータの中で100個しか変わってないわけですね。で、同じパラメータが複数回選べたら100個以下しかパラメータの値は変わってないわけです。なので、実際には、このサンプルとこのサンプルは独立ではないんですね。で、オートコリレーションがあるので、その場合は、サンプル間の独立性の具合というか、オートコリレーションの具合を計算してやって、実際の有効なサンプルサイズを推定します。それがエフェクティブサンプルサイズですね。で、このエフェクティブサンプルサイズが200以上になったら、とりあえず十分あると考えましょうということになっています。ただ、どれぐらいあれば本当はいいのかっていうのは、必ずしも決まってないです。とりあえず200ということになっています。で、この辺は、トレーサーっていうさっきのソフトを使えば計算できます。あ、さっきの Windows の範囲もしかしたらあったかもしれないですね。どこやったかな。あ、これかな。いや、ここに ESS ってありますね。この ESS のこの値を見ればいいです。例えばこの対数誘導 LNL なんかは、なんかすごい少ないですね。14.989。なんかすごい少ないので、これは、収束はしているけど、エフェクティブサンプルサイズは十分ではないということになります。で、ベイズファクターっていうのを使うと、先ほど、AU 検定とかでやってみたような仮説間の比較検定ができます。これは検定じゃないと言い張ってますけど、ほぼ検定みたいなものですね。で、例えばここで、赤の ABC が単系統になるっていう仮説と、それは要するに DEF が単系統になるっていう仮説と等しい等価ですけど、こういう仮説を、正しいかどうか検証するケースを考えます。そうすると制約なしの MCMC のサンプル群から赤い枝に対立する仮説の中で最も多く出現する仮説、ここで仮説0と呼ぶことにしますけど、それを探してやればいいです。さっきの PG サムツリーを使えば同じように探すことができます。で、その赤い枝の仮説を制約とする、ここの赤い枝の仮説を制約とする MCMC の計算を実行すると。で、さらに対立仮説を制約とする MCMC を別途実行すると。2つそれぞれ実行します。で、ベイズファクターっていうのがそれぞれの、事後分布から計算することができるので、それによって仮説の優劣を判断するということをします。で、仮説1と仮説0がこうあったときに、ベイズファクターの値、ベイズ B10 っていう値は、こういうふうに計算、表せると。で、この値は、それぞれ、さっきのトレーサーっていうソフトで計算できるので、トレーサーっていうのを使うと、ここで言ってる調和平均じゃなくて、他の値を使ってるんですけども、調和平均を使ってもいいですし、トレーサーのが推定した値を使ってもいいです。で、どっちかっていうと、調和平均だとかなりブレやすいので、あまり良くないと思ってて、調和平均よりは、トレーサーの値が、トレーサーっていうのは、ブートストラップ法をなんか途中で使ってるらしいんですけど、すごいブレにくい、この PR、D、バー、M1 とかの値を計算してくれるので、こちらの値を、トレーサーの計算してくれた値を代入して、この B10 を計算します。そうすると、B10 が3から20の場合と、20から150の場合と、150より大きい場合。で、それぞれこういうふうな解釈ができるというふうなことが言われていると。で、これを使ってさっきの検定と同じようなことができる。ただ、ベイズファクターを使った仮説比較の場合は、多重比較の補正みたいなのが、方法が開発されてないので、多重検定になった場合、どうしようもないです。なので、一応僕は AU 検定を使った方がいいだろうというふうに考えています。で、最有系統樹推定に劣る点がいくつかあると。で、例えば、メトロポリス・ヘイスティングスの各種パラメータの設定っていうのは、最近はだいぶ自動的に最適化してくれるようになってるんですけど、若干職人技を要する面がまだあると。で、それから、系統樹の信頼性を過大評価するっていう性質がよく知られています。
で、まあ、この性質っていうのは複数のパラメータを変化させて樹形の提案を行っているので、樹理の確率が著しく低下してしまって、まあ、本当は、メトロポリス・ヘンシティングス法っていうのは、1回の提案で1個のパラメータをちょびっとだけ変化させないといけないんですけど、系統樹の樹形っていうのが変わると、必ず複数のパラメータがいっぺんに変わるんですよね。ある枝の長さがゼロになったり、ある枝が消滅したりとか、まあ、いっぱい出てくるわけですね。そういうのが生じてしまうと、必ず複数のパラメータが変わっちゃうんで、樹理の確率はすごい下がるんですね。そうすると、アクセプトされないから、全然変わらない。ずっとどんだけサンプリングしていっても全然樹形が変わらない。っていうことが起きるんですね。で、あと、枝の長さの事前分布ですね。さっき、ディリクレ分布が最近使われ始めたって言ってますけど、言いましたけども、指数分布がこれまで使われてました。で、指数分布を使うと、ダメな系統樹っていうのが、著しく短い枝を持ってるんですね。で、指数分布を事前分布として使うと、そのダメな系統樹が結構支持されるんですね。違う。逆に、すごい棄却されやすくなるんですね。ダメな系統樹が過剰に棄却されやすくなるので、ダメな系統樹がほとんど採用されずに、いい系統樹がすごい、ずっとそれが続いてしまって、その結果、信頼性が過大評価されると。そういうふうになります。で、先ほど言いましたけれども、系統仮説をベイズファクターで比較するとき、多重比較になっちゃったら、補正方法がなくて、もう AU 検定とか SH 検定みたいな方法がないと。なので、多重検定になったら困ると。あと、核心の部分、処理の自体、内容が、前の結果に依存するような処理ばっかりなので、逐次処理になってるので、並列化できない。なので、スパコンとかを使って高速化する処理に向いてないですね。まあ、その辺が、劣ってる点です。で、勝る点っていうのがあって、まあ、それは柔軟なモデリングがすごい、簡単にできるっていうことですね。まあ、例えばですね、現在のほとんどの方法っていうのは、系統樹の枝の途中で、置換モデルが変わるっていうのは当てはめられないんですけど、MCMC だったら結構簡単に計算できるんですね。まあ、別に採用でも全然不可能なわけじゃないんですけど、計算しやすさが全然違う。MCMC の方がこういうふうに、ここまでは、青のモデルを当てはめて、ここは俺、シアンじゃない、マゼンタか、これ。紫のモデルを当てはめて、ここから先はオレンジのモデルを当てはめるっていうふうに、途中でモデルが変わるようなモデル、途中で変化してしまうようなモデルを当てはめることができる。それか、このようなケースですね。こういうふうに、赤の系統、遺伝子と青の遺伝子で系統樹が違うわけですね。で、そういう場合、灰色がスピーシーズツリーで、赤と青がジーンツリーを表してるんですけど、現在の左右法の場合は、赤と青で、同じ樹形を当てはめないと、言えないんですけれども、MCMC であれば、こうやって赤と青でそれぞれ別の、樹形を当てはめることもできる。で、それから、同時推定って言って、例えば、私たちが今まで処理してきた内容って、なんだっけ、多重整列、マルチプルアライメントがありましたよね。マルチプルアライメントの途中で、実は系統樹を使ってますよね。で、系統樹を使っ、仮の系統樹を作って、それを使って、マルチプルアライメントして、で、マルチプルアライメントした結果から、モデル選択とか系統樹推定をしているんですね。で、それ、なんか、鶏が先か卵が先かみたいな感じで、すごい処理としては、本当はいっぺんに、アライメントと系統樹推定をやった方がいいわけですよね。不確実性の考慮が漏れるんで、例えばアライメントの不確実性が、系統樹推定の不確実性には入ってないんですね。で、同時推定してやれば、その不確実性の考慮の漏れが減るので、具合がいいだろうというふうに考えられる。で、まあ、その辺がベイズ推定の、メリットですね。で、今までの、現在の系統推定法っていうのは、こういうふうな感じで、処理がされている。まず最初に、アライメントして、パーティションを切って、で、パーティションごとに、最適な置換モデルを選択して、で、選択した置換モデルを当てはめて、最適な樹形を選択して、で、さらにブートストラップ法を用いて、信頼性を推定すると。
で、系統上用いた解析はさらに分岐年代式というか、祖先系出復元とか、系統主観比較、まあ、ここでは系統的独立比較と言ってますけども、同じ意味です。で、あと系統的多様性を算出したりとか、まあ、そういう処理がされてるんですけど、この辺の処理は先ほど言ったように仮の系統順に固定してやってる処理なんですね。で、あとここの処理、4番ですね。これは、整列の不確実性とか、モデル選択の不確実性っていうのは考慮されていない。で、それからこの辺なんかはもう完全に樹形の不確実性っていうのは一切考慮されてないです。まあ分岐年代式というビーストっていうソフトを使えば一応考慮はされてますけど、MCMC3 の場合は考慮されてないですね。まあただビーストの場合はほとんど樹形探索の能力があまり高くないので、考慮していると言っても、まあしてるって言ってるだけでほぼ考慮されてないも同然ですね。で、同時推定をしてやればその辺が解決すると。まあ、そういうわけで、整列、マルチプルアライメントと、系統樹推定を同時にやるっていうソフトが、こういうのがある。それから、パーティションの切り方をいろいろ変えるっていうのと、系統樹推定を行うっていうのが同時にできるっていうソフトがあって、それはこの辺のソフトがやってくれる。それから、モデル、置換モデルですね。今日お話したモデルとかを、モデル選択と系統樹推定と同時にやるっていうのをミスターベイズだとできると。一応は。で、この辺の、それぞれのモデル選択が全て統合可能ですね。実はこの辺のやつは全部、推定とモデル選択とか、モデル選択とモデル選択とか、そこら辺が多重になってるんですね。で、そこら辺が、多重性がすごい気になるので、一遍にやればいいやんっていうことですね。というわけで、まあ、ベイズ法のまとめですけど、ベイズ法は、多重、まあ、ベイズ法に限らず、まあ、系統樹推定というのは多重推定、多重モデル選択になっちゃってると。で、そこら辺をメイジャー MCMC だと、ある程度解決できるかもしれないと。まあ、で、実際に、そのうちのいくつかを解決したソフトっていうのは、実際にあると。ただ全部一遍にできるようにしたソフトっていうのは今のところないですね。で、そういうふうな、実際に、全部を一発で推定してくれるようなソフトが、リリースされて、かつ、使いやすい状態で出てくるのが、待ち望まれてるんですけど、多分もう10年ぐらい僕ずっと待ってるんですけど、誰も作ってないですね。まあ、多分、いつかは実現すると思うんですけど、まだ実現していません。で、ベイズ法に関してはこの辺なんですけど、なんか、ベイズ法に関して、質問とかございましたら、ちなみに、今日、ベイズ法の実習とかはないです。で、なんか質問ありましたらどうぞ。ないですかね。で、じゃあ、ベイズ法の話はこんな、なんか、さらっと流して終わりで、なんか、実際に系統樹推定をするときにいろんな問題に、ぶつかることがあって、まあ、その対処法について、ちょっと話しておくというような感じのコーナーに入っていきます。ですね、系統樹推定いろいろな問題があるんですけど、まずそもそもどこの配列を使ったらいいのかっていうのがありますよね。例えば、ゲノムデータがある人とかのデータだったら、どうやって、人の系統樹推定用のデータを用意しようって迷いますよね。なんかもうすでに全ゲノムあるんだからどうすんねんっていうことですね。データ多すぎて困るんですよね。で、どういうのがいいかっていうと、まず置換速度が速すぎない、遅すぎないっていうのがいいですね。まあどれぐらいかって言われても困るんですけど、まあなんか置換速度が速すぎるっていうのは、枝の長さが1超えるようなやつですね。1っていうのは、枝の長さっていうのは、その1サイトあたりの、置換数の平均値なので、1っていうのはもう、すべ、置換サイト、全サイトを通して、平均置換数が1超えちゃってるんですよね。もうだから、多重置換が起きてるやつがいっぱいあるような状態なわけです。それはもう、なんか、正しい推定ができ、枝の長さが推定できる可能性がすごい低いので、あんまり良くないです。で、あと、連続的な長さは長い方がいいです。さっき100ベース以上は欲しいっていうような話をしたと思いますけど、まあ本当は100とか200とか300とかそれぐらいはあった方がいいですね。まあ理想を言えば1000以上とかそんなんですけど、1000以上の連続長が得られることは、まあ、最近のデータではほぼないですね。
で、あとは遺伝子重複が起きていると非常にまずいです。要するにパラログを拾ってしまう可能性があるので、それはまずい。なので遺伝子重複が起きてないのがいい。で、どうやってそういう領域を探すかっていう問題があるんですけど、まあ、アウトグループとイングループがある場合で、しかもそれぞれのゲノムとかトランスクリプトームデータがある。まあ、そういう場合やったら、ブラストで類似箇所を探してやったり、で、その上で類似度が高くてアライメント長が長くて、そういうのが一件しかヒットしない。つまり、重複してないさそうっていうことですね。まあそういう領域を探す。で、そういうのを自動的にやってくるプログラムがあって、HiMap っていうのがあって、これを使うと、自動的にそういう領域を選択してやって、さらに、その領域をマルチプルアライメントして、全部が、今手元にある種の全種が増えるユニバーサルプライマーの設計までやってくれると。で、それからそれを使って作った、ライブラリをイルミナのシーケンサーでシーケンスして、そのデータを分析するっていう機能までこれには確か入ってたと思います。で、あと、ゲノムデータとかトランスクリプトームデータがない場合ですね。それどうしましょうかっていう。まあ、それは全ゲノム解読してください。もしくはトランスクリプトーム解析してくださいっていうしかないですね。ない場合はもうどうしようもないです。やるしかないです。で、あとは、多数の遺伝子座を連結、解析するときに、いろんな問題があるんですけど、まずパラログが混ざってくる可能性があるっていうのと、まあ、それから浸透交雑とか、遺伝子水平電波だとか、インコンプリートリネージソーティングって、まあ、これ、日本語が多分ないと思うんですけど、まあ、祖先多系がそれぞれ、祖先多系があって、それぞれの系統ごとに残った遺伝子が違うことで、スピーシーズツリーとは違う系統時を、そのローカスの遺伝子は、塩基配列は、支持してしまうというような、そういう状況ですね。で、そういうのは、結局の遺伝子座間で支持する系統が違っているっていう形で現れてくる。で、それを不調和っていうんですけど、インコングルエンスですね。インコングルエンスがある場合ですね。そういう場合、連結解析のブートストラップが悪化したり、逆にめちゃくちゃ高くなったりっていう、アーティファクトの原因になります。で、それを評価するために、インターノードサーティニティっていうのが提案されています。これは何かっていうと、例えば100ローカスあったときに、100ローカスが全部、同じ系統仮説を支持してたら、その系統仮説の支持率、インターノードサーティニティは1です。で、100ローカス中、50ローカスが、連結解析の、系統仮説と同じのを支持してて、で、残り50ローカスが別の系統仮説を支持してた。っていう状況があったら、それはインターノードサーティニティはゼロになります。で、なので、インターノードサーティニティの値を見れば、不調和の、度合いがわかると。で、1に近ければ不調和がほぼなくて、0に近ければ不調和があるというふうなことがわかります。で、それの、インターノードサーティニティっていうのは、目的とする仮説と、それと対立する最も有力な仮説の2つしか考えてない。要するに、共英雄検定で、使ったような状況と同じですね。2つの仮説しか考えてない、値なんですけど、IC オールっていうのは、インターノードサーティニティオールなんですけど、対立仮説として2つ以上考えます。一番支持率が高い仮説と、あと、2番目以下の仮説も全部考えて計算されたインターノードサーティニティの値が IC オールですね。で、あと、インターノードサーティニティを、系統樹上のそれぞれの、内分子ごと、系統仮説ごとに全部計算して、全部足し合わせたものが3サーティニティです。で、もう一つ TCA っていうのは、インターノード ICOA の値を全部足してやって、系統樹全体で足し合わせた値が TCA ですね。で、これらの値は、不調和を評価するときに非常に使えると。ICICA っていうのは系統仮説ごとに出る値で、で TC、ツリーサーティニティ、ツリーサーティニティオールっていうのは系統図全体で1個の値に決まります。で、IC の範囲っていうのは1から0で、1であれば、不調はほぼない。で0であれに近ければ近いほど、中に、そのデータの中には、インコングレスがあるということになります。で、なので、例えば、ブートストラップ値がすごい高いんだけれども、この IC の値はすごい低いっていうには困るんですね。で、ブートストラップ値が高くて、かつ IC も高いっていうようなものが望ましいっていうことです。
で、これは、先ほどまで言ってきたようなブートストラップとか、ブートストラップベースの AU 検定とか、そういうものでは評価できないので、この IC の値自体を見ないとわからないです。でも、まあ、どれぐらい高ければいいのかっていう基準はないので、まあ、とりあえず1にほぼ近ければいいと思ってください。まあ、ただ、完全に1の場合は、まあ、滅多にないと思いますね。で、まあ、50とか60とか、0.5 とか 0.7 とか、まあ、それぐらいやったらまだいい方だと思うんですけど、まあ、0にかなり近いともうダメですね。では、いくつ以上あればいいかっていうのはちょっと何とも言えないので、とりあえず、書いた上でレフェリーに判断を任せるのがいいと思います。で、あと ICA っていうのは1から、いや、最大値は1なんですけど、0を下回る場合が多分あると思います。で、これらの値っていうのは小さいほど不調和を表してて、あんまりにも小さいと困るわけです。で、TC とか TCA っていうのは、系統受容の、先ほど言いましたけども、IC と ICA の総和です。で、OTU 数割る、OTU 数マイナス3で割ってやることで、データの、OTU 数が違うデータ間でも、この TC や TCA を比較することができます。なので、データ自体の、に含まれているインコングルエンスが減ったかどうかっていうのがこれによってわかる。だからデータをあるローカスを除去してやることで不調和が減りましたよっていうのを示したいときにこの TC とか TCA の値を、OTU 数マイナス3で割って、比較してやることでわかるということですね。まあ OTU 数が一緒やったら別に割る必要はないです。で、これの対策としては使用する遺伝子座を選別するっていう方法があります。で、それをやってくれるのはクラスターフロックとかコンキャタピラーとかコンクラスタドールっていうソフトがやってくれる。で、これによって、多数派の、だから少数派の、なんか少数の遺伝子が強く支持するような、樹形、少数の遺伝子が共通の遺伝子を支持してて、で大多数は別の、樹形を支持してた場合は、その少数の方を除去する。で、これはなんかおかしいから捨てようっていう風な感じの処理になります。スピーシーズツリーメソッドっていうのは、先ほどベイズ法の中でちょっと出てきましたけれども、樹形が遺伝子座ごとに違うっていうのを許容するような方法です。これらのソフトで計算することができます。で、タクソンサンプリング法についてなんですけど、我々が系統樹推定するときに、既存の、例えば、蝶々の系統樹推定をしたいっていうときに、蝶々を全種取ってくるっていうのをやったりしますよね。全種サンプリングするっていうのは、実は必ずしも良くないです。どういうことかっていうと、系統樹の上で分岐点とか、端点っていうのは OTU がついてる点ですね。の部分の密度が、なるべく偏らない方がいいんですね。なんでかっていうと、例えば、特定の属が単系統かどうかっていうのを検証したいときに、その解析したい人は、その属が単系統になってほしいと思ってたとします。そしたら、その属のタクソンをめっちゃ増やせばいいんです。そしたら絶対にその属の単系統性上がるんですよ。異様にその属だけ大量にサンプリングしたら、その属の単系統性どんどん上がってきます。強くなってきます。だから支持率どんどん上げられるんですね。操作できるんですよ。だからまずいんですね、そういうのをやると。だからあまりにもそこに分岐点が集中していると、その集中している分岐点より上の長い枝の支持率というのはどんどん上がるんです。だから、そういうふうにして支持率を実は操作できちゃうので、まずいんですよね。そういう操作をやってる人は多分いるんじゃないかなと思うんですけど、やろうと思えばできちゃうので、そういうのはやってはいけないっていう話ですね。まあ、ただ、絶滅種はもう取れないので、そういうのがいた場合はもうしょうがないですね。まあ、それはしょうがないということにするしかないです。で、あと、同一の配列とかものすごい気になる配列が、すごい、ごく一部で多くて、ごく一部で少ないのはダメです。まあ、これは、こう、言い換えですね。まあ、これと意味は一緒です。で、次に、パーティションの切り方なんですけど、今日使った拡散法っていうソフトだと、この3パターンしか考えてないです。遺伝子座間で、遺伝子座間とコドン1間で全部切るっていう、全部区切るっていうモデル。まあ、これが結局選択されたわけですけど、
もう一つの可能性としては、遺伝子座間では全部切るけど、コドン位置間は全部切らない。それから、遺伝子座間もコドン位置間も全部切らないの3択しかない。っていう感じですね。まあ、これしか考えてないわけです。でもっと、柔軟、なんか、字がおかしいですけど、な切り方もあるやろと。要するに、例えばすごく似ている遺伝子とか、あと、特定の遺伝子のセカンドコドンポジションだけ共通にするとか、まあそういう切り方があるでしょうということで、まあそれを考えてくれるソフトとして、パーティションファインダーっていうソフトがあって、まあこれは自動的にそういうパーティションの切り方を最適化してくれるっていうものですね。で、今日、拡散法の結果のファイル、フォルダの中で、カイスクエア検定の結果っていうのがあったと思いますけど、カイスクエア検定で禁止が棄却されてしまったらどうしましょうかっていうことですね。棄却されることがたまにあるんですよ。今日は棄却されなかったからよかったんですけど、棄却された場合どうすればいいか。塩基配列の場合、ACGT を、ちょっとだけ喋りましたけど、RY とか AGY とかにするわけですね。で、A と G をまとめたのが R で、C と T をまとめたのが Y ですね。まあ、AGY っていうのは、やつは、C と T だけまとめる。AG はそのまま残しておく。で、RY にするっていうのは、AG をまとめて、あと C と T を Y にするっていうような変換をするわけですね。そうすると、実はカイスクエア検定の結果が改善されるというようなことがあります。まあ、そうすると多重検定になるんで、本当はちょっとまずいんですけど。で、あと、アミノ酸配列の場合は、デイフコーディング法っていうモデルがあって、まあ、そういうのを使うと、マシな解析ができる。これに共通するのは、形質状態を、フルの4つの場合とか20個の場合とかよりから、減らしてやって、いくつかくっつけて減らしてやっちゃうことで、無理やり、組成の均一性を担保する、確保するっていうような、そんな感じの方法です。で、なんかもっとエレガントの方法ないんかっていうんですけど、いうのが考えた人がいて、まあ、それを実装した NH ファイロベースっていうのがあって、これは何かっていうと、塩基組成とかアミノ酸の組成が系統樹の上で途中で変わっちゃうっていうのを許してくれるソフトですね。まあ、そういうのを、当てはめて系統樹推定できるっていうソフトなんですけど、まあ、それを当てはめたら、まあ、そりゃいいのはわかるけど、実はこれちょっと、なんかすごい古いソフトな上にもう Linux 上しか動かないし、最近の Linux は多分もう動かないんじゃないかなと思います。誰も更新してないですね。で、基本的にはほぼ誰も使ってないような感じの機能です。まあ、だから現実的な対処方法は上のような、ケース状態を減らすやり方になります。で、実際にやるときにはこういうふうなコマンドを使います。まあ、これは僕が作ってるコマンドですけど、pg レコードシークっていうコマンドがあって、まあ、そう、こういうコマンドを打ってやることで、第3コドンポジションだけ、ry コーディングをしましょうっていうような感じのコマンドがこういうふうになります。まあこれは実際に実行していただく必要はないんですけど、まあもしやりたかったらこんな感じで入力してください。で、あと実際に、カイスクエア検定の結果改善されているかどうかっていうのを確認したかったら、こういうコマンドを実行すると、カイスクエア検定だけをやってくれる。ということができます。で、デイフコーディングの場合はこういうコマンドを書けばいいと。ここでちょっとわかりにくいですけど、さっきの、こっちの、DNA の場合を見ればわかるんですけど、GT-AC っていうのは G を A にしちゃうと、T を C にしちゃうという、そういう指示をここに書いてあるんですね。で、まあ、ここの場合はそれと同じで、S は A にすると。T、G、P、N、S、T、G、P は全部 AA、AA にして、それから N、E、Q は D にして、K、H は R にして、VIL は M にして、YW は F にしちゃいましょうと。まあそういう感じの指示をここに書いてあると。まあ、そういう指示をしてやると、このコマンドが、複数の形質状、20個の形質状態を減らして、デイフコーディングというのが実施することができる。実際のアクセミルで解析するときは、この、RY にしちゃった場合は、RY をそれぞれさらに0、1にして、バイナリーデータとして解析します。そうしないと実はちゃんと走らないです。で、それから、デイフコーディングをした場合は、0123456789とか、そういう数値プラス、アルファベットのデータに変換してやって、マルチステートデータとして、解析します。まあ、なんかこういう感じのモデルを当てはめることになります。ここに書いてあるのは、
書いてあるのは、ラックスメリューに与えるコマンドラインオプションですね。で、あと、アライメントしたときにデータの中にギャップがあるじゃないですか。で、ギャップは、基本的には、系統樹脂では使われていません。で、そういう使いたい場合があるんですね。なんか、このギャップの情報、どうもなんか、意味ありそうな気がするな。なんか僕の頭の中で考えている系統仮説を支持しそうやなとかそういう場合があるわけですよね。まあそういう時に、まあ本当はなんか自分の希望に合うようなデータを選ぶっていうのは良くないですけど、なんかこれ使えそうやなっていう場合があるわけですよね。そういう場合、そのトリミングして捨てる前の配列、ギャップを捨てる前の配列から、シンプルインデルコーディング法っていう方法を使うことで、01に符号化して、ギャップがあるないとかを、01に符号化してやれば、後で足して、ミスターウェイズとかラックセミューとかパープで、系統樹推定することができます。で、実際にコマンドとしてはこんな感じで実行します。pg エンコードギャップっていうコマンドがあるので、それのメソッドイコール sic っていう、シンプルインデルコーディング法を使いますっていう指定をして、入力ファイルと出力ファイル名を指定すると。まあ、そうすれば、さっきのシンプルインデルコーディング法でコード化した01のデータが作れるようになっています。で、それからさらに pg concat gap っていうコマンドを使ってやることで、DNA のシーケンスファイルに、バイナリーの、01データファイルをくっつけることができる。あ、しまった、ごめん、出力データファイルの名前が書いてないですね。あ、ちょっとこれ多分コマンドおかしいですね。出力ファイル名が後ろ、この後ろにつくはずです。で、それからですね、次の問題は、変異のあるサイトだけのデータに関する注意点。まあ、これ一番最初にも言ったと思うんですけど、携帯形質とかスニップのデータですね。まあ、これは変異があるサイトしか含まれてません。で、まあ、それはバイアスがかかっているので、まあ、アサータミントバイアスがあるというわけですね。で、LuxML の場合は、こういうコマンドラインオプションで、特別なモデルを当てはめてやることで、そのバイアスを補正した誘導っていうのを当てはめて、推定することができる。で、ASC アンダーバーっていうのが、まあなんか、アサータミントバイアスをコレクションした、コレクトした、誘導を使うっていうモデルですね。まあそういう、オプションがあるので、これを使ってやれば、そこら辺の問題は回避できるというわけです。特に樹形にはそんなにすごい影響するわけじゃないんですけども、樹形ではなくて、枝の長さ。枝の長さの推定値に特にこれは大きく影響するので、枝の長さとかが特に重要な場合。要するに、分岐年代推定とかですね、分岐年代推定に使う、系統図推定をしたりする場合では、枝の長さに影響が大きいので、これは必ず使用してください。それから、最近、セレクティブインファレンスっていうのが問題になってて、まあ、これさっきから、話してる多重性の問題と同じなんですけども、データから推定した左右系統樹と、データから推定した対立仮説の系統樹の誘導を同じデータで比較するっていうのをやってるんですね。さっきやりましたね。我々は実際にさっきやったことです、これが。で、それ、多重性の問題あるよねっていうことですね。そこで、そういうデータを複数回使用する際に多重性を適切に扱う枠組みのことをセレクティブインファレンスとかポストセレクションインファレンスという、名前で呼んでます。で、その枠組みが最近提案されるようになってきてまして、セレクティブインファレンスの時の AU 検定のピーチを算出する方法っていうのが、今年になってですね、下平さんらのグループがまた新しい論文として発表されています。で、この論文を見ると、下平の寺田2019という論文、フロンティアーズ・イン・エクロジアン・ドエブリションかなっていうジャーナルに載ってる論文なんですけど、まあ、この論文の中では、セレクティブ・インファレンスの時の AU 限定のピーチを算出する方法が書いてあるので、まあ、それに基づいて、ピーチを再度計算してやることで、AU 限定の結果を改善することができると。まあ、この方法を使うと、基本的にはピーチの値が大きくなって、棄却されにくくなります。なので、今の時点ですでに棄却されてないときは、これを計算しても棄却されないに決まってるので、あんまり意味はないですね。で、今棄却されてるんやけど、セレクティブインファレンスを考慮したら棄却されなくなるようなことがあり得ます。なので、棄却されてる場合はちゃんとこの値を計算した方がいいですね。で、系統樹推定全体としては、
すごい重要な部分とどうでもいい部分がいっぱいあって、細かい部分まで言うとすごいいっぱい注意点があるんですけど、大事なのは一番上に書いたような内容です。でまずデータの質が一番重要です。データが綺麗やったらモデルとかなんか系統上推定方法とかそんなん大して影響ないんですね。すげえ綺麗なデータだらもう結局どうやったっていい結果同じ結果になるんです。なのでそのデータの質に影響するのは何かっていうと多重整列とトリミングですね。それから遺伝子座のサンプリングとかタクソンサンプリング、それから過程を満たしてない部分ですね、不適な部分の除去がすごい重要です。これをちゃんとやらないとどうしようもなくて、まあ、これさえ、クリアすれば後の部分はまあおまけみたいなもんですね。であと次に重要なのは受景探索範囲の広さですね。ニアレスネイバーインタージェンにするか、SPR にするか TBR にするかとか、あと初期受景たくさん用意してショットガン的に探索をするかっていう、まあ、そこら辺によって受景探索範囲の広さが決まる。でまあここまではラックスMLを使っていれば問題はないです。であとパーティションの切り方もまあそれなりに重要なので、一応いろんなパーティションの切り方をしてみましょうとか、あとまあこれはちょっと遺伝子サンプリングに被りますけど、ある領域は除去するとか、まあそういうことをやったりします。でパーティション間のモデルとして等速とか比例とか分離もしくは区分しないモデルの当てはめ方が、それなりに影響する。ただ一番どうでもいいのはパーティションの中のモデルで、まあ JC69 にするのか GTR プラス G にするのか迷ったらもう GTR プラス G だけでいいみたいな感じの考え方があります。まあこの辺の下に行くほど重要度が低くて上に行くほど重要度が高いので、上の方をとにかく一番頑張ってほしいということですね。でここを頑張らないと下の方のやつとかが どんだけ頑張ってもまあ無駄なあがきになってしまって、上がどうしようもないデータはもうどうにもならないですね。で今日の話は基本的には以上なんですけれども、今日お話した内容で、一番重要な話っていうのは結局のところ、まあ実は最初の午前中に喋った正規表現ですね。正規表現をマスターしてるかしてないかっていうのがすごい重要で、正規表現をマスターしてる人としてない人っていうのはファンタジー世界の魔法使いとただの凡人みたいな感じの違いがあると思ってください。正規表現はすごい汎用性が高い技術なので、もうこの系統樹推定とか関係なくいろんな用途に使える技術ですから、ぜひマスターしていくようにしてください。で系統樹推定に関連する部分ではこのここに示したようにデータの質を改善するところにコストをかけるべきで、他の下それより下の部分っていうのはもうなんか専門家の人、要するになんかプログラム作ってる人らに任せればよくって、もうその人らの言う通りにやってりゃいいんですよ。上の部分を皆さん頑張ってください。以上です。